ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。最近日本も理不尽な犯罪や事件が増えてきている気がして、なんだか恐ろしいんだけど。わかる気がするぜ。犯罪はどんどん増えて凶悪化しているイメージがあるよな。そうそう、このままじゃ日本はどうなっちゃうのか。実際には、統計上は凶悪事件も少年による犯罪も減少傾向にあるんだぜ。そうなの？なんで増えてる感じがするのかしら。そうだな、二つの原因があるんじゃないかと言われている。まずは、人は誰しも良いことよりネガティブなことに反応しやすい傾向があるからだ。というと、マスコミやメディアは見てもらってなんぼだろ。広まりやすい一部の悪を社会全体の悪であるかのように大きくいつまでも扱うからな。それはあるわね。事実を冷静に見る力が大切よね。もう一つは？もう一つは、悲惨な事故や大きな被害の事件や事故が減ってきた分、一つ一つの被害や事案がもたらす社会的な影響が大きくなったことだ。どういうこと？要は、ほとんどの人が不当な扱いを受けず高齢になるまで死なないのが当たり前の社会になっただろ？ふむふむ。そうなると、ありえない事態をもたらした事件や事故に、過剰なまでの反応や厳しい目が向けられるようになったんだ。なるほど。不倫したりやらかした芸能人がとことん叩かれたりするのも同じね。そういうことだ。実際には犯罪件数も凶悪犯罪も減少している。一般的に、犯罪は犯罪の予想メリットが予想デメリットを上回るから行われると言われるんだ。ほとんどの人は、犯罪行為によるメリットが摘発された場合に被るデメリットを上回ることがないんだ。そりゃ、牢屋に入るなんて嫌だもん。そうだな。だが、失うもののない人や犯罪をしてでもお金が欲しい人、すべてを自分に都合よく考える人など、予想メリットが予想デメリットを上回ることが起きるんだ。最近も無敵の人が現れる事件もちょいちょいあったもんね。そういうことだ。犯罪の少ない社会が実現したといっても、まだまだ知らないところにたくさんの闇が隠れている可能性もあるんだ。そうよね。事件として現れて、初めてその闇を知るってことが多いものね。そうなんだ。だから今回は特に社会的影響の大きかった事件を一気見で解説させてもらおうと思う。それは良いわね。今改めて考えると違った視点で見れるところもあるかもしれないわね。ああ、では心して聞いてくれよな。よろしくお願いするわ。人間って悲しい生き物よね。いきなりどうしたんだ、霊夢。らしくないぜ。凶悪事件の特集を見ていて、ふと、思ったのよ。どうして同じ人間なのに、傷つけあったり、憎しみあったりするのかしら。なんだか感傷に浸っているところ悪いが、今日はそんな霊夢にぴったりの話をするぜ。何かしら？戦後最悪の大量殺人事件、相模原障害者施設殺傷事件だ。これはその事件の悲惨な結末もさることながら、犯人がその過激な思想と言動で、世間に様々な議論を巻き起こした重大事件なんだ。ブルブル。なんだか怖くなってきたような。とんでもなくむごたらしい事件でありながら、差別について深く考え直すきっかけにもなる話だから、心して聞いてくれよな。よろしくお願いするわ。相模原障害者施設殺傷事件は、2016年7月26日に神奈川県相模原市で発生した事件なんだ。知的障害者福祉施設、津久井やまゆり園に侵入した犯人が、刃物を使って入居者19人を刺殺し、職員と入居者合わせて26人に重軽傷を負わせた大量殺人事件なんだぜ。ええ、合計で45人もの方が、殺傷されてしまったの。そうなんだ。この殺害人数19人という数は、第二次世界大戦後の日本で起きた殺人事件としては、最も多い人数であり戦後最悪の大量殺人事件として国内外に衝撃を与えたんだ。今の日本でそんな事件が起こるなんて信じられないわ。そうだよな。さらに事件の経緯が明らかになるにつれ、この犯人の人物像が詳細に報道され始め、そのあまりにも過激な思想や恐ろしい動機に多くの反響が集まったんだ。過激な思想、一体どんな思想だったのかしら。簡単に言うと、障害者は不幸しか作らない、意思疎通できない障害者は殺してもいい、というものだぜ。ひどすぎるわ、なんて差別的な思想なのかしら。信じられないよな。そして事件を起こした後、犯人は自首したものの全く反省することはなく、日本のためにやった、などと主張し続けたんだぜ。なんて主張をしているのかしら。その後逮捕された犯人の公判が進むにつれ、彼の言動や思想に注目が集まり、日本中で様々な議論が巻き起こったんだ。
そんな凶悪事件、相模原障害者施設殺傷事件を、犯人のバックグラウンドから事件の舞台となった施設の詳細、その後の世間の反応など詳しく解説していくぜ。了解よ。ちょっと怖いけどしっかり聞くわ。まずは、事件当日の状況を、警察の取り調べから判明した事実に基づいて解説していくぜ。犯人である当時26歳の植松聡は、2016年7月26日の午前2時頃、当時160人の入居者を抱える、神奈川県相模原市の知的障害者施設、神奈川県立津久井山ゆり園の裏口付近から武器を持って侵入したんだ。完全に計画的な犯行ね。わざわざ裏口に回ったということは、施設の地図も調べていたのかしら。いや、実は植松はこの施設の元従業員だったんだ。2012年の11月にこの、津久井山ゆり園に採用され、事件を起こす約半年前の2016年2月まで勤務していたんだぜ。そうだったのね。現職員なら詳しいのも当然よね。そうなんだ。施設の間取りはもちろん、職員の数や勤務状況もある程度詳細に把握した上で、この時間帯を狙って犯行に及んでいるんだ。そして裏口から敷地内に侵入した植松は、入居者の居住している東棟1階の窓ガラスをハンマーで割って、建物内に侵入したんだぜ。誰にも気づかれることなく、施設内部に侵入できてしまったわけね。そういうことだな。そして植松は、入居している意思疎通のできない障害者のみを多数殺害する目的で、通用口の門扉から侵入すると職員たちを結束バンドで拘束し、その目の前で入居者を殺傷し始めたんだ。ひどすぎるわ。犯行時に、鉢合わせした職員に対しては、障害者を殺しに来た。邪魔をするな。などと脅し、入居者に声をかけつつ返事のない入居者を狙って次々と刺していったんだ。さらに縛り上げた職員を刃物で脅し、就寝中の入居者の部屋の前に連れて行くと、こいつは喋れるのか。と職員に聞いた上で喋れない入居者を刺し殺したんだぜ。話せない人ばかりを狙ったのね。そうだな。途中で植松が話せない入居者を選んで刺している、と気づいた職員は、各部屋に連れ回され植松に喋れるか問われるたびに、喋れます、と答え続けたんだ。ところがそのうち植松は、喋れないじゃん、と言って入居者を刺すようになり、職員はあまりのことにみんな喋れます、と泣き叫んだんだぜ。職員の方も必死に入居者を守ろうとしたのね。そうなんだ。しかしそれを聞いた植松は、お前は面倒な奴だ、と職員に吐き捨てると、職員を廊下の手すりに縛って立ち去ったんだ。ちなみに刺されたのは入居している障害者だけで、拘束された職員の中で、植松に切りつけられた者は一人もいなかったんだぜ。ものすごい執念を感じるわ。そして植松は、職員から鍵を奪うと居住区画の扉を開けて移動しながら、入居者の殺傷を続けたんだ。中には、植松に実名を呼ばれた入居者も含まれていたため、職員だった時に知った特定の人物を狙った可能性も考えられているんだ。殺人鬼が自分の名前を呼ぶなんて、ゾッとするわ。複数のナイフや包丁を使い回しながら施設内を回った植松は、東棟の1階で26歳から70歳の女性9人を殺害。さらに西棟の1階と2階で41歳から67歳の男性9人を殺害し、合計で19人の入居者を殺害したんだ。その多くは居室のベッドの上で見つかったことから、ほとんどの犠牲者は就寝中に上半身を刺されたと見られているんだぜ。話を聞いているだけで震えが止まらないわ。さらに職員2名を含む26人が負傷し、その半数の13人は重傷を負わされたんだ。一体犯人は、どれだけの人を切りつける気だったのかしら。当初植松はさらに大勢の入居者を殺害する予定だったみたいなんだ。ただ西棟2階を担当していた職員が異変を察知し、部屋に閉じこもったため、警察に通報されることを恐れて襲撃を中断し逃亡したんだぜ。また被害を免れた比較的軽度の障害を持つ入居者が、結束バンドをハサミで切断し縛られていた職員を解放しており、これも被害を抑えることにつながった可能性があるんだぜ。そうだったのね。犯人は喋れない入居者を全員殺すつもりだったのね。そのようだぜ。そして事件発生から約40分後の午前2時38分、当局職員からすぐ来て、やばい、とLINEで連絡を受けた非番の職員が被害を確認し、神奈川県警と相模原消防局へ刃物を持った男が暴れている、と通報したんだ。その後現場に駆けつけた医師が19人の死亡を確認し、26人の負傷者を医療機関に搬送したんだぜ。
ようやく惨劇が終わったわけね。そして事件の起きた7月26日の午前3時過ぎ、現場直轄となる津久井警察署へ、植松が出頭してきたんだ。そして午前4時半に、亡くなった19歳の女性入居者に対する殺人未遂と建造物侵入の容疑で緊急逮捕されることとなったんだぜ。あれだけのことをして、自ら出頭してきたのね。そういうことだな。逮捕後の取り調べに対し植松は、ナイフで刺したことは間違いない、と罪を認めた上で、施設を辞めさせられて恨んでいた、とも話していたんだ。しかし植松は、突然のお別れをさせるようになってしまって遺族の方には心から謝罪したい、と、遺族に向けては謝罪の言葉を口にしたが被害者への謝罪は行わなかったんだ。障害者への凄まじい恨みと差別が現れてるわね。そうだよな。さらに自分は権力者に守られているので死刑にはならない、という趣旨の発言や、事件を起こした自分に社会が賛同するはず、事件を起こしたのは不幸を減らすため、障害者を殺害した自分は救世主だ、日本のために行った、などとも供述をしたんだぜ。あまりにも独りよがりで勝手な考えだと思うわ。そうだよな。その後捜査が進み、最初の逮捕から約3週間後の8月21日に入居者の女性9人の殺人容疑で再逮捕、そして9月5日には入居者の男性9人の殺人容疑で3回目の逮捕がされたんだ。さらに最初の19歳女性の殺人容疑、12月19日には入居者24人に重軽傷を負わせた殺人未遂の容疑で横浜地検へ送検し、植松の一連の殺傷行為について全て立件したんだぜ。また、職員への逮捕、監禁致傷容疑に関しては、翌2017年1月13日に立件されたんだ。全て立件するためには、そんなに時間がかかるのね。そうだよな。また、捜査を進めるうちに事件発生までと、発生の地の植松の足取りも明らかになったんだ。そもそも植松は、ある理由から施設の襲撃は2016年の10月1日に計画していたんだ。どんな理由なの？カードに描かれたイラストが、重大事件を予言しているとしてオカルト的な人気を博す、イルミナティ、というカードゲームの影響なんだ。イルミナティの中では1001が聖なる数字とされており、そこから10月1日に犯行を計画していたんだぜ。そんな理由だったのね。でもなぜ、襲撃を早めたのかしら？それは事件発生の前日7月25日の夜中に、暴力団関係者と親交があるとされる知人と会った際に、植松は暴力団組員に追われている、と告げられたためなんだ。というのも、以前から植松は大麻合法化を訴えており、大麻を資金源にしている暴力団から命を狙われている。殺される前に事件を決行しなければ、と思い込んで襲撃の前倒しを決意したんだぜ。ちなみに植松は、逮捕後の尿検査において大麻の陽性反応も出ていたんだ。カードの件といい？かなり思い込みの激しい性格のようね。そして相模原市内で知人と別れた後、植松は京王線の始発電車で新宿駅に向かい、漫画喫茶で仮眠を取ったんだ。その後昼頃に相模原市内の飲食店に車を放置した、と母親を通して津久井警察署から呼び出しを受け、車を引き取りに、再度相模原市に戻っていたんだ。そして自宅から包丁などの刃物を持ち出すと、車で都内のホームセンターに向かいハンマーや結束バンドを購入し犯行の準備をしたんだぜ。くしくも、犯行前に一度警察署を訪れていたのね。そうなんだ。その後、車で再び新宿へ向かうとホテルの一室で金髪に髪の毛を染めたんだ。そして25日の午後9時頃に好意を寄せる女性と待ち合わせした上で、高級焼肉店で食事をしながら、事件の計画を話して女性から反対されているんだ。信じられないわ。賛同してもらえると思ったのかしら。本当だよな。そして深夜にホテルへ戻った植松は、少し休んでから翌日午前1時頃にホテルを出発し、車で津久井やまゆり園に向かって犯行に及んだんだぜ。なんだか、こんな凶行を起こすまでの流れが、何の変哲もない日常なのがすごく恐ろしいわ。そうだよな。そして事件を起こした植松は、車で津久井署に出頭する前にコンビニに立ち寄ると、手や腕についた血を洗い流して菓子パンを購入したんだ。そして出頭直前の7月26日午前2時50分、ツイッターに自撮り写真とともに世界が平和になりますように、Beautiful Japan というメッセージをツイートして出頭したんだぜ。あくまでも平和のためにやったというスタンスは崩さないわけね。彼が本心でどう思っているかはさておき、世の中のためにやったという主張は一貫しているんだよな。
続いてそんな戦後史上最強レベルの殺人鬼、植松清が誕生した経緯について、その生い立ちから紐解いていくぜ。よろしく頼むわね。彼は1990年1月20日に神奈川県相模原市で生まれたんだ。父親は小学校の図工教師、母親は漫画家という家庭で育ち、1歳になる頃に玉平団地から事件の起きた福江山百合園の近くの千木寮地区の住宅に移住したんだ。兄弟はいない一人っ子の家庭だったんだぜ。ごく平凡な家族って感じかしらね。そうなんだよな。ただ、事件発生直後は、若者がこんな凶悪事件を起こすなんて、家庭環境が複雑だったに違いない。教育者の父親が厳しすぎたのでは、母親が芸術活動に熱心で愛情が足らなかったのでは、などと、様々な憶測が流れていたんだ。こういう事件にはつきものよね。ただ、調べが進むにつれて、全く異なる事実が判明したんだぜ。後半の中で植松の高校時代の交際相手の供述調書が読み上げられ、そこでは互いの実家を行き来していた交際相手の女性が植松の両親と仲良く話していた様子が語られたんだ。また、植松と両親の間も何でもオープンに話しており、家族の仲がとても良いという印象を受けたらしいぜ。ええ、普通どころか仲の良い家族よね。そうなんだぜ。植松はごく普通の温かい家庭に生まれ、さらには交友関係も広く、友達にも恵まれて育っていたんだ。それどころか中学、高校、大学と常に交際相手の女性もおり、いわゆるリア充の人生を送っていたことが判明したんだぜ。羨ましいほどのリア充よね。育った環境は非常に恵まれていた植松だったが、本人の思想は幼い頃から得意なものであったようだ。彼は小学生時代に、同学年と1学年下に知的障害者の生徒がいたんだが、小学校低学年の時に書いた作文にはすでに障害者はいらない、と記述があったんだぜ。ええ、そんな幼い頃からすでにそんなことを言っていたのね。そうなんだ。そして卒業後、地元の中学校に進学した植松は、熱心にバスケットボール部員として部活動に精を出しつつも勉強もできる学生だったんだ。絵に描いたような優等生ね。いや、そんなことはなかったんだぜ。文武両道で頑張る反面、友達と喫煙、飲酒、さらには万引きや器物破損などの非行を行ったり、植松の友達に怪我を負わせた年下の障害者を殴り問題になったこともあったんだぜ。不良生徒でもあったのね。障害者の方を殴ったのも、彼の思想を知ってるだけに、単なる怪我を負わされた友達の復讐ってことじゃ片付けられない気がするわ。そうなんだよな。中学卒業後は東京都の私立高校に進学するも、2年生の時にバスケットボール部員を殴って停学。その後地元の高校へ転校し、父親と同じ教師になることを志して帝京大学の教育学科に入学したんだ。すぐに手が出るかなり短気な性格だったみたいだけど、お父さんと同じ教師を目指して更生したようね。そうとも言えないんだよな。大学在学中に小学校教員一種免許を取得したものの、採用試験は受けなかったんだ。さらに3、4年生の頃には派手縄彫りの入れ墨を入れたり、違法大麻や薬物を乱用するなどしたんだぜ。せっかく教員免許も取ったのに、どうしてそんなことになっちゃったのかしら。もったいないよな。そして無事大学を卒業するも、半グレ集団や右翼関係者とも交友関係を持ち始めたんだ。その後運送会社に就職して半年ほど勤務した後、事件を起こした福江山百合園に就職したんだ。そうだったのね。ちょうどその前後、植松の実家では夜中に母親と見られる女性の泣き叫ぶ声がよく聞こえるようになっていて、約半年後には両親が植松を残して東京のマンションに引っ越したんだ。そこからは植松が一人で実家に暮らすようになったんだぜ。仲の良かった両親との関係も壊れてしまったのね。運送会社に半年ほど勤めた後、2012年12月1日に、福江山百合園に非常勤職員として採用された植松は、障害者たちの世話や介助を行っていたんだ。今までの彼の行動からすると、考えられないわね。何か魂胆があったのかしら？それが、当初は一生懸命働いていたようなんだ。彼は山百合園の運営団体が行った就職説明会に参加した時、明るく意欲があり、伸びしろがある、と判断されて採用されたんだ。そして働き始めた当初は、障害者は可愛い、今の仕事は転職、などと知人たちへ話しており、勤務開始から約半年後には常勤職員として採用されたんだぜ。意欲的に働いたことが評価されて、非常勤から常勤職員へ採用されたように見えるわね。そうなんだよな。
ただその後、入居している障害者に対しての暴力や暴言などの問題のある勤務態度が目立ち始め、何度も指導や面接を受けたんだ。また2015年6月頃からは、尊敬している堀氏に弟子入りし、本格的に狩猟を始めていたんだぜ。また、障害者への憎悪が復活したのかしら。そうかもしれないな。そして2015年の年末頃に障害者を皆殺しにすべきだ、など、異常な言動が見られたことで、師匠の堀氏からドラッグ使用の可能性が高い、として破門されたんだぜ。元に戻ってしまったようね。それ以外も路上で面識のない通行人と喧嘩をして怪我を負わせ、傷害容疑で書類送検されたり、勤務外の問題行動も目立ち始めたんだ。2016年の2月には、犯行予告とされる内容の手紙を衆議院議長公邸を訪れて職員に手渡しており、その中には今回の福山百合園を標的とした障害者殺害計画も記されていたんだぜ。ええ、政治家に向けて犯行予告までしていたのね。それなのに防げなかったのかしら。もちろん、手紙を受け取った衆議院議長公邸の職員は、内容を確認した後すぐに警視庁へ連絡をしていたんだ。そして管轄の津久井警察署から山百合園へ情報提供もあったが、手紙そのものは見せていなかったり、園もすぐに植松が退職したために神奈川県警へ連携していなかったりと対応の不足も指摘されたんだ。そういうことだったのね。そして同じ月の2月18日、山百合園に勤務中に同僚に対し、重度の障害者は安楽死させるべきだ、などの危険な発言を繰り返したんだ。施設側から批判されてもその主張を変えることがなく、翌19日に施設は警察へ通報、対応した津久井警察署は植松が他人を傷つける恐れがある、と判断し、精神科医が措置診察を行ったんだ。措置診察？そうだぜ。簡単に言うと精神保健福祉法に基づき、強制的に診察を受けさせることなんだ。そして植松を診断した精神科医は入院が必要、と判断し、植松は大学病院へ緊急措置入院を決定したんだ。また、そのタイミングで植松は自己都合として山百合園を退職したんだぜ。そうだったのね。そして精神保健指定医たちは植松を、被社会性パーソナリティ障害、妄想性障害、薬物性精神病性障害、などと診断し、相模原市は正式に植松を措置入院としたんだ。その後、入院治療を続けた植松は3月2日付で他人に危害を加える恐れがなくなった、と診断されて、退院したんだぜ。しっかりと治療を受けたのね。そうなんだぜ。植松は失業給付や生活保護を受給しながら暮らし、無職のまま、7月にこの事件を起こすことになったんだ。でもここまで大きな事件だと、世間の反応も大きかったでしょうね。そうなんだぜ。裁判が始まってからも、植松は主張を変えることがなかったんだ。弁護人たちは、精神病により責任理能力がなかった、と主張したが、植松は自分には責任能力があり、日本のために事件を起こした、重度障害者の家族は病んでいる、障害者は不幸しか生み出さない、などと言い張ったんだぜ。一切反省はしていないわね。また、どんな判決でもよい。死刑になるほどの罪とは思わないが、控訴はしない、などと表明し、事件から4年以上経った2020年12月12日付で、死刑が確定したんだぜ。死刑判決は当然だと思うわ。そうだよな。そして、この植松の起こした事件から死刑判決までの一連の流れによって、各方面から様々な反応が巻き起こったんだ。主にどんな反応なの？まずは、この植松の犯行を厳しく批判する声が、国内外から届けられたんだ。神奈川県知事の黒岩祐治は、植松に対する怒りが消えることはない、と表明し、当時の内閣総理大臣安倍晋三も被害者へのお見舞いと弔意を表明し、政府として真相解明に全力を挙げると約束したんだ。さらにアメリカのホワイトハウス、ロシアのプーチン大統領、ローマ教皇からも被害者への弔意と事件への批判のメッセージが届いたんだぜ。海外からも注目されたのね。そうなんだよな。さらに障害者の家族へ行ったアンケートでは、事件後障害者を取り巻く環境が悪化した、という回答が過半数を超えたんだ。障害者の中には、事件が起きてから怖くて外を歩けなくなったと、新聞社に手紙を送った方もいたんだぜ。そうなるわよね。かわいそうに。ただ、この事件が与えた悪影響はそれだけじゃないんだ。二つ目は植松の犯行に対して、同調するかのような反応が巻き起こったことだ。同調、一体どういうことなの？
もともとネット上の匿名掲示板や SNS では、過激な発言や不謹慎な内容で盛り上がる文化が見られたが、今回の植松の件を受けてまずはそういった人々が植松を肯定し始めたんだ。その後神奈川県警が被害者を発表するときに、施設には様々な障害を抱えた入居者がおり、被害者の家族が公表しないでほしいという思いを持っている、として、被害者の氏名を伏せて性別と年齢だけを公表したんだぜ。ふむふむ。中には公表を希望し、自分の意思で氏名を公表した被害者家族も少数いたが、ほとんどが公表されなかった。もちろん公表することが正しいわけでもないし、公表しないのも自由なのだが、この点を過剰に追及する人々もいたんだ。どんな追及だったのかしら。例えば、植松の言うように、重度の障害者は人間ではないから名前が公表されない。名前を公表されないのは、家族からも存在自体が恥ずかしいと思われている証拠だ、などだぜ。氏名の公表がそんなことと関係ないのは明らかだが、このような意見はネット上のみならず、一部のメディアなどでも報じられ数々の議論を巻き起こしたんだぜ。障害者への差別問題ね。さらに植松の事件を受けて、同じ内容で犯行声明を出したり、他の障害者施設へ脅迫電話をかけたりする連中も現れ逮捕されるなどの騒動もあったんだ。中には常軌のような差別的な思想や愉快犯というわけではなく、実際に重度の知的障害者に暴行されて被害を受けた過去を持つ人々が、その思いをネットやメディアで話すこともあったんだ。そのようなケースはほとんどの場合、加害者となる知的障害者は責任能力がないとして、法的に罰を受けることがなかったんだ。それで障害者を恨んだり、植松の行動や発言に一部理解を示すようなメッセージも掲載され、様々な議論を巻き起こしたんだぜ。難しいわね。植松は自分が何者であるかもわからず、意思の疎通が取れないような障害者は、生きていても社会に迷惑をかけるだけであるので、殺害しても良い、と主張し続けていて、そのような障害者を、人の心を失った、心失者、という造語で呼んでいるんだ。これは許されざる差別であることは間違いないが、植松は実際に、やまゆり園、で働き、間近で重度の障害者たちと直接関わる中でこのような主張に確信を持ったと言っているんだぜ。ひどい差別だわ。確信を持ったって、どういうことなの？植松は、突然暴れで他人を傷つける人、自分を殴りつけて失明してしまった人、規制を上げて走り回る人、など、様々な入居者を見て、実際に関わってきた組織の中で語っているんだ。そしてその結果として今の結論に至ったが、否定する人々は、おそらく障害者施設で働いたことも、重度の障害者と実際に関わった経験もない人がほとんどだろうと言っているんだぜ。確かにそんな経験がある人は多くはないかもしれないけれど、差別を正当化する理由にはならないわ。その通りだよな。また自身も重度の障害者で、やまゆり園の家族会代表の男性は、インタビューでこう言っているんだ。障害を持った子が生まれてきたとなると、周りから絶対におめでとうと言われない。生まれた瞬間から障害者って歓迎されていない。いない方が良いと思っている人が、実はたくさんいる、と言っているんだぜ。また彼曰く、子供がやまゆり園にいるのに、一度も来ない親、障害者が亡くなった時にお墓に入れない家族、も、存在するらしいんだ。そんな、植松のやったことは、紛れもなく最悪な犯罪行為だし、絶対に正当化できないものだ。ただ相模原障害者施設殺傷事件を受けて、植松はひどい、差別は良くない、というだけの人ごとの姿勢では、何の解決にもならないと、この事件を研究する筑波大学の教授が言っているんだ。確かに差別はない方が良いし、絶対にあってはならない。でも、差別が存在している、ということは、紛れもない事実なんだ。差別をなくすためには、まず、差別がある、という現実を直視して、そこから議論を始めることが必要なんだよな。そうよね。そしてみんながもっと差別について、自分のこととして考えて、このような事件が二度と起こらなくなるといいと思うわ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回の動画では、昭和後期に起きた未解決の事件から青酸コーラム差別殺人事件を紹介するぜ。青酸を使った殺人事件って、現実に存在するんだ。名探偵コナンのタイトルみたいな凶悪さだね。未解決事件ってことは、犯人が捕まらないまま時効を迎えた、みたいな話なのかな。その通り。通称毒入りコーラ事件とも呼ばれるこの事件では、青酸ソーダとも呼ばれる毒物のシアン化ナトリウムが犯行に用いられた、
複数回にわたるこの凶行は、すべて同一犯が起こしたものである可能性が非常に高いと言われていてな。ふんふん、それぞれの事件の関連性、犯行地域や時間帯、犯行に使われた毒物を入手しやすい環境など、警察も必死の捜査に当たったんだが、その陰湿かつ狡猾な手口に、有力な手がかりを見つけることができず、1992年に公訴時効が成立してしまったんだ。それにしても、青酸ソーダって名前だけ聞くとさ、美味しそうなブルーハワイ系の飲み物っぽい響きだけど、とんでもない、毒物及び劇物取締法の中で指定されている劣気とした猛毒だ。成人でも200から 300mg ほど経口摂取した時点で致死量で、過去に何人もの中毒者を病院送りにしている代物だぜ。へぇ、思ったよりずっとヤバい物だった。犯行の手口としては、この青酸ソーダを意図的に混入させた未開封のコーラの瓶を無作為にばらまいて、それを見つけた何も知らない一般人に飲ませるというものだな。被害者の一般人からしてみれば、あ、未開封のコーラが落ちてるじゃん、ラッキー、くらいに思ったんでしょうね。誰かが忘れていったものに違いないから、せっかくだし自分が飲んじゃおう、みたいな、そういうことだ。この事件によって、日本ではその場で購入したもの以外の飲食物は決して拾い食いしてはいけないというのが教訓になった。誰かがその場に置き忘れたものなのか、悪意の犯人がそれを模倣してこっそりと設置した罠なのか、見分けがつかないもんね。そういうことだ。さて、事件そのものについて詳しく解説する前に、まずは前提知識として犯人が用いた青酸ソーダのヤバさや中毒症状などについて軽く解説しておこう。早く事件の中身が知りたいって視聴者さんは、お手数だが各自でスキップしてくれ。さて改めて、今回の犯行に用いられたのは、青酸ソーダあるいは青酸ナトリウムという通称でも知られる毒物、正式名称シアン化ナトリウムと呼ばれる化合物だ。でもさ、それが本当に危険な毒物なら、どうやって犯人はそれを手に入れたんだろうね。普通、毒って市場に出回らないというか、簡単に手に入れられたらヤバいじゃん。お、良い着眼点だな。答えはシンプルで、本来の用途は毒ではないんだよ。金属のメッキに使われたり、農薬に使われたりするものなんだ。え、金属ならまだしも、農薬に使われているのはヤバくない。人体にとっては猛毒なんでしょ。いや、シアン化ナトリウムは農薬として用いても、作物にその成分が浸透するようなことはないらしい。それに、散布するとすぐに分解されて二酸化炭素やアンモニアといった成分に変わるので、よっぽどじゃないと消費者に毒性を保ったまま届くことはないってわけだな。はぁ、なるほど、よくできてるわ。まあもちろん、万が一ってこともあるから、野菜などを買ったら消費する前に表面を軽く洗い流すなどする方が安心だろうけどな。でも、農薬や金属の加工に使われてるってことは、結構身近というか、下手したらホームセンターとかでも手に入っちゃうんじゃないの？もちろん、こんなヤバい代物が気軽に流通してしまっていては、市民が安心して暮らせないよな。なので、このシアン化ナトリウムは毒物及び劇物取締法、通称毒劇法によって厳しく取り締まられているんだ。ほうほう、この法律によって指定された毒物は、製造や輸入、販売や取り扱いが厳密に制限されているんだ。なので、そう気軽に民間に出回るようなこともないし、買い求める層にも知識や技術が求められる。つまり、めちゃくちゃヤバい毒だって知らずに購入しちゃったみたいな悲劇は起こりにくいってことね。そして、どこの店で販売しているのかってのはしっかりと管理されているから、万が一にも事件が起きた時には、その入手経路が割り出しやすいってわけだな。でもさ、それって逆に言えば、それくらいガッチガチにルールを定めて、厳密に管理しないと本当にヤバい代物だってことだよね。そうだな、何せ 200mg で致死量だからな。ミリグラムって普段栄養ドリンクでしか使わない単位だから、あんまりピンとこないんだけど、料理の分野だと、耳かき一杯イコール約 100mg って言われるよな。もちろん、その調味料や液体によってグラム数と体積には差があるだろうが、つまり、耳かき2杯で致死量ってこと？どれだけの劇物なのか、分かってもらえたかな。過去には、このシアン化ナトリウムを保管していた薬品倉庫で火災事故が起きて、辺り一帯に有毒ガスが蔓延して中毒者が大勢、なんて事故もあったくらいだ。へぇ、その農薬の成分が混じった空気を吸い込むだけでもヤバいってことか。ところでさ、具体的にその毒を吸ったり飲んだりしたらどうなっちゃうの？うむ、シアン化ナトリウムをはじめとしたシアン化物が人体に取り込まれると、シアン化合物中毒あるいは青酸中毒と呼ばれる中毒症状が発生するんだ。中毒症状ってどういうものなの？初期の症状としては、頭痛やめまい、心拍数の異常な増加や息切れ、嘔吐といったよくあるものだな。
症状が進行すると、低血圧や不整脈、意識の消失へと派生して、やがて心停止を起こして死に至る。運よく一命を取り留めたとしても、長期間の後遺症が残るというのも珍しくない。うわぁ、さすが耳かき2杯で致死量の劇物だ。しかも何がヤバいって、このシアン化物による中毒症状は、有毒ガスの吸入や誤飲などが原因とは限らないってことだ。どういうこと？液状のシアン化物はな、皮膚に触れただけでも人体に吸収されてしまうんだよ。これによって生まれたシアン化イオンは、細胞の呼吸を妨げて、体が酸素を使えないように変えてしまうんだ。やっべえ。このあまりにも効率よく人を死に至らしめる毒は、過去にナチスドイツの大量殺戮にも使われていたという歴史がある。その他にも、すぐに死ねる毒ということで、自殺の手段に好んで用いられるということもある。いやこれ、どんだけ便利だからって世の中に出しちゃダメな代物でしょ。まあ、それで言うと、包丁を使った殺人事件が起きたから包丁の販売を規制するべきなのか、みたいな問題になってくるからな。便利であることと、危険であることのバランスってのは、私たちが気づいていないだけで、常に勝手に計りにかけられているものなんだぜ。うぐぐ。なるほど。さて、いかに生産ソーダがヤバい代物かという前提知識を知ってもらったところで、そろそろ事件の本題に入っていくか。よろしく。冒頭でも軽く語った通り、この生産コーラ無差別殺人事件は、複数の連続した死亡事件の総称ということになっている。その最初の事件は、1977年1月3日の深夜に発生した。犯人は、たった耳かき2杯で人の命を奪う猛毒を、甲羅の瓶に仕込んでいたんだよね。最初の被害者は、どういう経緯でそれを飲んでしまったの？まず、最初の被害者は、東海道新幹線の食堂車でアルバイトをしていた16歳の男子高校生だった。食堂車？新幹線の車内に設けられたビュッフェ形式の食堂だな。で、ここでその日の仕事を終えた彼は、他の同僚と共に、品川駅から徒歩5分ほどの距離にある会社の寮への帰路についていた。高校生なのに、会社の寮に帰るの？うむ、実は彼の父親が国鉄の職員で、冬休みの期間中に泊まり込みでバイトをさせてもらっていたんだ。ああ、なるほど。まだ高校生なのに、大人たちに混ざって夜遅くまで働いてクタクタだったんだね。こんな状態で甘い炭酸飲料なんて見つけちゃったら、そりゃもう魅力的に見えちゃうだろうね。さて、彼らが帰り道にある電話ボックスの前を通りかかった時のことだ。同僚の一人が、電話ボックスの下に10円玉が落ちていることに気がついて、そのドアを開けた。すると、ボックスの床に未開封のコカ・コーラの普通サイズの瓶が転がっているのを発見したんだ。未開封の、ってのがポイントだね。もしこれが開封済みだったら、誰かがすでに口をつけたものかもしれないし、開封してから時間が経っている可能性もあるから、飲まなかったかもだし。まあ、実際は一回栓を外して、毒を持ってから元に戻してるんだろうけど。うむ、その警戒心を薄めるために手間をかけたんだろうな。地面に転がっていたとはいえ、栓もきちんとしてあって、誰かが飲んだような形跡はなかった。状況的に見ても、誰かが電話ボックスの中に持ち込んで、飲むのを忘れてそのまま置いていったかのようだ。巧妙な手口だわ。ラッキーじゃん、もらっとけよと仲間たちに提案された発見者の同僚は自分はコーラは飲みたくないと言って断った。そこで、そのメンバーの中で一番若かった16歳の男子高校生が、それをもらうという流れになった。実際はラッキーでもなんでもない？むしろ麻薬の代表なんだけどね。その後、彼らは午前0時過ぎに会社の寮に到着。風呂に入って、その日の疲れと汚れをさっぱりと落としてから、寮内の娯楽室に集まった。午前1時過ぎ、アルバイトの男子高校生がコーラの栓を開けて一気飲みをしようとしたところ、彼は突然、口に含んだコーラを吐き出してこう言った。このコーラ、腐ってる。やっぱり毒が混入していると味もおかしいんだね。あるいは、一口飲んで異常だと分かってしまうほどの量を混入させていたのかもな。少年はすぐに口を水道でゆすいだが、それから5分ほどで突然、両拳を握ったままうつ伏せに倒れた。その時点で、彼はすでに意識不明の状態に陥っており、すぐに救急車で近くの病院に運ばれることになる。へぇ、なんか、話を聞いているだけで胃が気持ち悪い感じがするわ。病院では気管支切開、胃洗浄などの救命処置が施されたものの、すでに手遅れだった。午前7時半過ぎに死亡が確認されたんだが、その体はピンク色に染まっていて、生産中毒死特有の症状を見せていた。体がピンク色って、さて、通報を受けて状況を知った警察は、少年が持ち帰った甲羅の瓶が見るからに怪しいということで、これを化学検査所に送って毒物の鑑定を行った。すると、甲羅の瓶の中から生産反応が検出された。警察の人たちも驚いただろうね。
なんで甲羅の瓶からこんな猛毒が。で、そして、最初の被害者となった少年が死亡したタイミングと前後して、二人目の被害者が発見される。午前8時15分頃、最初の被害者である少年がコーラ瓶を拾った電話ボックスから少し離れた歩道上で、46歳の作業員男性が倒れているのが発見された。病院に運ばれるも死亡が確認され、死因はやはり青酸中毒だったという。ってことは、ほぼ同日に複数の毒入りコーラが仕掛けられていたことになるね。うむ、二人目の被害者の男性が倒れていた場所の近くに、回線済みのコーラの瓶が転がっていたという。瓶からはやはり青酸反応が検出され、また被害者の男性の死体に外傷がなかった。つまり、おそらくは男性自身がコーラの瓶を開けて、毒入りとは知らずに飲んだのだろう、ということになるね。そうだな。近くを捜索したところ、おそらくコーラの栓を開けるために引っ掛けたのだろうとおぼしきガードレールの傷も見つかった。さらに、近くの公衆電話ボックスの中にも、コーラをこぼした痕跡が見つかっている。うわ、完璧に同じ手口じゃん。こうなると何が厄介ってさ、2個目が見つかったってことは、まだ他にも毒入りコーラの瓶があるかもっていう可能性が跳ね上がるんだよね。そういうことになるな。さて、いよいよ警視庁も本格的に焦り始め、近隣の警察署から何人もの警官を派遣して捜索に当たらせた。すると、同日昼の12時50分頃に、第二の犯行現場からまたそう遠くない場所にあった公衆電話で、不自然に置き忘れられたコーラの瓶が発見された。うんわ、マジであった。でも、これはまだ誰も口をつけてないだろうから、間一髪でセーフだね。そうだな。この公衆電話は赤電話といって、すぐ近くにある商店に管理を委託したものだったんだが、実は、この商店の息子さんがお使いに出かけるタイミングで、この毒入りコーラの瓶を発見していたんだ。うわ、危な。その子は飲まなかったの？飲もうと思ったが、彼はこのコーラの上澄みの部分が少し色が薄くなっていることに気がついたんだ。で、ちょっとおかしいな、と思ったのと、もし飲むにしても用事を先に済ませておこうと思って、一旦スルーしたんだ。で、お使いから帰ってきた時にはすでに警察がやってきていて、そこで毒入りの可能性があることを伝えられたんだ。ま、マジで間一髪じゃん。警察がやってくるのがほんの少しでも遅かったら、その子は毒入りコーラをそうとは知らずに飲んでいたのかも。こうした一連の事件を受けて、警察は本格的な捜査を開始するとともに、犯行の特徴から犯人像を割り出し始めた。犯人像か。とは言っても、公衆電話に毒入りコーラを仕掛けるっていう手口だけで、具体的な犯人像ってわからなくない？いや、すでに捜査に役立ちそうな情報はいくつかで揃っている。まず、動画前半でも語った通り、犯行に使われた毒物のシアン化ナトリウムは法律で規制されている危険な薬品だってことだ。あ、そうか。つまり、簡単には手に入らないものだから。うむ、犯人はこの薬品を入手しやすい職業か、もしくはその業種の知人がいるか、いずれかの可能性がある。そして、犯行に使われたコカ・コーラという飲料は、若者世代に特に親しまれているものだ。つまり、犯人は若者世代に恨みを持って、彼らをターゲットに犯行を起こしたのか、もしくは、自分にとって馴染みのある飲み物だったからなんとなく選んだのか、って線もあるな。いずれにせよ、この情報だけで答えに至ることはできなくとも、答えにつながる手がかりには十分なりうるものだった。だが、さすがにこれだけでは犯人の特定に至らず、明確な成果を上げられないまま時が過ぎていく。まあ、仮に農業工業系の従事者もしくはその家族で、若者世代に恨みがあるって犯人像に絞ったとして、果たして東京に何百人、何千人の候補がいるのよって話になるからね。そして、最初の事件から1ヶ月ほど経った2月13日の午前6時20分に、第3の犯行が起きてしまう。しかも、今度は東京ではなく大阪府での犯行だった。ああ、どんどん都市圏で犯行が広まっていく。第3の事件の概要としては、会社員の男性が出勤する道中で、タバコを買うために近くの店に立ち寄ったんだ。で、そこに備え付けの公衆電話にまだ中身の入ったコーラの瓶が置かれているのを発見する。どう考えてもフラグなんだけど、まさか飲まないよね？いや、残念ながら。嘘でしょ？この人は1ヶ月前に東京で起きた毒入りコーラ事件を知らなかったの？もちろん知っていたし、その場にいた同僚にも何が入っているかわからないし、絶対飲まない方がいいと止められたが、好奇心が勝ってしまったんだろうな。男性はそのコーラを持って勤務先に出勤し、仕事先で口をつけてしまう。で、どうなったの？大丈夫だと言い張って一気飲みしたものの、少ししてから手が痺れる寒気がすると言い出してな。
そこからあっという間に意識不明になり、そのまま病院に運ばれた。後の調査では、甲羅の瓶から青酸反応が検出されている。ああ、言わんこっちゃない。前の2件と違うのは、この男性は青酸中毒によって死ぬことはなかったんだ。病院で応急処置を受けて、およそ1時間ほどで意識も回復している。一応、3日間ほど入院して様子見もしたが、その後に無事に退院した。あ、よかった。被害にはあったものの、第3の犠牲者にはならなかったんだね。ただ、この3件目の事件には、少し不審な点があってな。というと、実はな、この男性、退院した翌日に、自殺しているんだよ。事情を聞くために自宅に訪れた警察が、台所のガス管からホースを引いて、頭からビニール袋をかぶって倒れている男性を発見したんだ。救急車を呼んだものの、時すでに遅し、彼には家庭もあったが、他の家族が全員出払っている間に、ガスによる窒息で自らの命を絶ってしまったんだ。なんで、一体どういうこと？さあな。家族には東京の毒入り甲羅の事件は知っていたのに、こんなことになって、世間に顔向けできないと漏らしていたらしいが。いやいや、軽率だとは思うけど、別にその人がなんか悪いことしたわけじゃないじゃん。まあこれが自殺の原因とは考えにくいが、とはいえ、他に遺書なども見つかっていないし、詳しい動機はわからないものの毒入り甲羅に起因するものだろうと考えられている。なんか、客観的には脈絡なさすぎて、本当に自殺なのか疑っちゃうレベルなんですけど。ともあれ、この大阪府での一件も毒入り甲羅事件の延長線にあるものとして数えられているってわけだ。さて、ここまでがほぼ同一の事件と言える内容だ。ここからは、毒入り甲羅事件と同一かどうかはわからないものの、同時期に起きた類似の事件を紹介していくぜ。どういうこと？大阪で起きた第3の事件の翌日から、東京で再び類似の無差別な犯行が続くんだ。だが、今度はちょっと手口が変わってな。というと、今度は、甲羅瓶ではなくチョコレートが犯行に用いられたんだ。じゃあもう別の事件なんじゃない？どうかな。これだけ毒入り甲羅が話題になって、今までと同じように甲羅瓶を使っても、みんな警戒して飲んでくれないと思ったのかもしれないぜ。それに、犯行日は2月14日、すなわちバレンタインデーだった。世の中の幸せそうなカップルに対する当てつけってこと？それもあるが、チョコレートが市場に大量に出回っているタイミングなら、誰かが置き忘れたチョコレートってそこまで不自然じゃないだろ。なるほど、カモフラージュ的な意図もあるのか。まあいずれにしても、犯人が捕まっていないから真意は不明なんだけどな。ともあれ、この2月14日に東京駅の地下街でチョコレート40箱入りの紙袋が置かれているのを、会社員の男性が発見した。まさか食べたりしないよね。この男性は最初から毒入り甲羅の事件を警戒していてな。もしかしてと思って、すぐに警察に届けたんだが。だが、警察はこれを遺失物扱いで処理、その後に落とし主が現れなかったので、製造元にそのまま返却したんだ。何してんの？毒入り甲羅があれだけ世間を騒がせて、まだ1ヶ月くらいしか経ってないんでしょ。どう見ても怪しいじゃん。言わんとすることはわかるが、だからって飲食物系の落とし物を全部危険物扱いしてたら、警察がパンクしちゃうだろ。それはその通りなんだけど。ただ、製造元がこのチョコを調べたところ、なぜかパッケージの製造番号が破り取られていたんだ。で、不審に思ってこの製造元が調査したところ、生産反応が検出されたんで、改めて警察に届け出が出された。製造元の会社、有能すぎる。しかも、チョコレートの外箱には溺れる醜い日本人に天誅を下すと読み取れる、カタカナのメッセージが刻まれていた。つまり、完全に悪意で混入させて、無作為に人を殺傷しようとする目的だったわけだな。これを受けて警察が調査をしたところ、他にも東京周辺でシアン化ナトリウム入りのチョコレートが発見されたんだ。でも聞いている感じ、やっぱりさっきまでの毒入り甲羅事件とは性質が違うと思うんだけど。最初の事件って、犯人からのメッセージとか一切なかったじゃない。手口だけ真似した模倣犯なんじゃない？その可能性も大いにあるな。だが、いずれにしろシアン化ナトリウムを飲食物に混入させた、同一時期の無差別殺傷事件ということで、同じ枠で語られることが多いんだよ。犯人の正体や目的はどうあれ、毒入りのジュースやコーラを拾わせるという手口が世間に与えた影響は大きいからな。なるほど。冒頭でも語った通り、これらの事件の真犯人は未だに見つかっていない。事件の真相はわからないまま、世の中は悪意の置き去り犯への対応を迫られることになる。動画の冒頭でも言ってたけど、誰が買ったかもわからない飲食物の拾い食いは危険ってのが当たり前になっていくんだよね。また、当時はいわゆるリターナブル瓶と呼ばれる容器による甲羅の販売が普及していたんだが、リターナブル瓶？
回収再使用瓶という言い方の方がわかりやすいかな。要するに、使った瓶を資源ゴミとして回収した上で、殺菌洗浄して再利用するタイプの瓶ってことだ。何度も再利用することでゴミを減らし、環境への負荷を減らす目的がある。ああ、なるほど。ただ、今回の事故があって以降、このリターナブル瓶によるコーラの自動販売機ってのはどんどん減っていったんだそうだ。まあイメージ悪いもんね。それもあるし、缶入りの飲料って空いてるかどうかが一目でわかるけど、瓶ってうまいこと栓を抜いて、後から戻せば未開封のようにも見えるだろ。あ、なるほど。というかむしろ、今回の事件が契機となって、自動販売機で取り扱う飲料は一目で開封済みかどうかわかるタイプに変化していったんだよな。缶飲料は私たちもよく知っているプルトップ式に、瓶飲料はスクリューキャップといって回線するとリング状の部分がちぎれて落ちる構造になった。ペットボトルのキャップのあれだね。何のためにあんな構造になっているのか、考えたこともなかったけど、こういう事件を未然に防ぐ狙いがあったんだ。私たちが普段、何気なく利用している道具やサービスにも、実は過去の事件の教訓が生かされているという良い例だろう。ともあれ、生産コーラ無差別殺人事件の紹介はこんなところだぜ。今回は名古屋女子大生誘拐殺人事件を紹介していくぜ。事件の名前だけでも、凶悪犯罪だってわかるね。うむ、その犯行のあまりの凶悪さに、裁判でも死刑判決が下されてな。すでに執行済みなんだぜ。こういう言い方はちょっとあれだけど、一人を殺して死刑判決って結構珍しいことだよね。まあぶっちゃけそうだな。日本は死刑制度を導入している少数派の国ではあるが、その執行に至る引き金は決して軽くはない。普通は判決の基準として、被害規模や人数、犯行動機や殺害手順の残虐性、社会的影響など複数の要素を合わせた上で、死刑か否かの判断が慎重に下されるんだが、つまり、動機や殺害方法があまりにも悪質だったから、一人という人数にもかかわらず死刑になったということだね。そういうわけだ。では、この犯人がなぜ誘拐殺人事件を起こすに至ったのか、詳しく事件の概要を見ていくことにしよう。事件が起きたのは1980年12月2日、愛知県名古屋市でのことだった。多額の借金に窮していた一人の男性が、身代金を目的とした誘拐殺人事件を企てたんだ。唐突だなぁ。多額の借金って、一体何があったのさ。家族には内緒で不倫相手に金を貢いだり、競馬や競輪といったギャンブルに溺れたり。要は、賭博と女性関係だね。はっきり言って自業自得だな。ともかく、この複数のトラブルによっておよそ2800万円の借金を抱えてしまったんだ。なんと利息だけでも、月におよそ80万円が必要だったとのことだ。うっわぁ、到底一人でどうにかできる額じゃなさそう。いやでも、だからって誰かを誘拐して身代金で清算しようとは普通ならないでしょ。普通の精神状態じゃなかったってことなんだろう。何せ、自前で経営していた飲食店にまで、借金取りが押しかけてくるほどだったからな。しかもこの時、何の当てもないのに12月3日までには払うと口約束を強要されてしまったんだ。どっぷり裏社会に足突っ込んじゃってたのね。周りの人は、借金について知っていたの？いや、彼は自身の借金について、家族にもひた隠しにしていたんだ。ここで少し、犯人の来歴を掘り下げておきたい。犯人の来歴？もともとこの男は童話地区、有邸に行ってしまえば、被差別部落の出身でな。そのために幼い頃から差別を受けたり、劣等感を抱えざるを得ないような出来事を何度も経験してきたんだ。それはなんというか、悲しいことだと思うけど、それが犯行とどう関わってくるのよ。そういった幼少期の不遇な経験から、犯人は他人に弱みを見せず、見栄や虚勢を張ってしまう性格になったという話だぜ。家族などの近しい人物に借金や不倫の事実を打ち明けられなかったのも、この性格が災いした可能性が高い。つまり、なかなか悩みを打ち明けられない性格のせいで、負担を抱え込んでねじ曲がっちゃったってこと？これは試験だが、少なくとも事前に誰かに打ち明けることができていたなら、誘拐殺人なんてバカな真似に至る前に踏みとどまれたんじゃないかな。まあ、そういう背景があるってのは分かったよ。だからって、同じ境遇にいる人がみんな同じような真似をするわけじゃないんだし、同情はできないけどね。ともかく、家族には多額の借金があることを隠したまま、この男は多額の借金返済のための計画を立てることになる。そして、目をつけたのが資産家の娘がよく通っているという同市内にある私立大学に通う女子大生だった。いやいや、大学に通っているからって必ずしもお金持ちの娘さんとは限らないでしょ。いや、この男はかなりの確率で裕福な家庭の娘だと当たりをつけている。どうやって？新聞に掲載されていたバイト募集
集の欄に、この私立大学に通う女子大生の自宅の電話番号が載っていたんだよ。どういうこと？この大学生にアルバイトを依頼したい場合は、その電話番号にかけてくださいってことだな。そして、その自宅の電話番号から、女子大生の住んでいる家の住所を割り出したんだ。うっわ、そうか。電話帳とかがまだ当たり前の時代だもんね。個人用の携帯電話だってまだ普及していないからな。電話帳って今考えると、あれほど恐ろしい個人情報の塊もないよね。どの電話番号が誰のもので、どこに住んでいるかって、こと細かに載ってるんだもん。さて、犯人は英語の家庭教師を依頼したいというその理由で、被害者の女子大生を呼び出すことに成功した。家庭教師のバイトなんて大学生にとっちゃ普通のことだろうし、これでついていってしまうのはしょうがないね。午後18時20分頃、駅前で女子大生の誘拐に成功した男は、彼女を車内に連れ込んで、ロープで首を絞めて殺害。死体はその後、近くの川の河川敷に隠していたが、後日そのまま川に投棄することになる。手口に迷いがなさすぎる。最初から殺すつもりだったってことだよね。犯人曰く、当初は殺すことなく金だけ工面したいとも思っていたらしいけどな。でも、殺すつもりがないのにわざわざ考察用のロープを用意するかな。本人の供述によれば、ロープは考察のためではなく、あくまで拘束するために用意したんだそうだ。しかし、拘束した後やむを得ず殺害したのか、それともすぐさま殺害に至ったのかについては、本人の主張と裁判所の認める事実で食い違いがある。つまり、犯人は最初は殺害の意図はなかったと言っていて、裁判所は最初から殺すつもりだったと考えているんだね。特に、犯人側の供述には矛盾点がいくつか存在するため、この動画では裁判の認定した誘拐して直後に殺害したという時系列を事実として採用するぜ。ともあれ、犯人はその日の夜に、女子大生の自宅に脅迫の電話をかけるんだ。娘を誘拐したから、返して欲しければ現金3000万円をよこせってな。返すも何も、もう殺してるくせに。さて、ここからはしばらく、被害者家族との電話でのやり取りが続く。犯人はなんと、18回にも及ぶ身代金要求の電話をかけ続けた。めっちゃプレッシャーかけてくるじゃん、と思ったけど、犯人も借金を期日までに返さなきゃいけないから必死なんだね。だが、結局は身代金の入手は失敗に終わってしまう。それどころか、借金の期限である12月3日を過ぎたことで、自宅に催促の電話がかかってきて、家族に多額の借金がバレてしまうんだ。かなり積んでるね、これは。まあ、どれだけ裕福でも3000万円なんてポンと用意できる額じゃないしな。こうなっては後がない、せめて犯行の痕跡だけは消さなければならないと、犯人はまず殺した女子大生の死体を川に流して捨てようと試みた。旗から見たらかなりお粗末だけど、テンパってるから思考が短絡的になっちゃってるね。考察死体についてはひとまず皆そこに沈めて済ませるとして、問題は家族にバレた多額の借金だ。本人としては、高飛びすることで身元をくらませて、誘拐殺人の目くらましも兼ねようとしたんだが、家族から借りた金はちゃんと返すべきだとの粘り強い説得を受けて、これはできなくなってしまう。この時点で、犯人の家族の方々はまだ誘拐殺人のことは知らないのよね。そうだな、ギャンブルと不倫でめちゃくちゃ借金していた、とまでしか知らないぜ。それだけでもかなり終わってる状況だけど、借金については、夫婦の親族がそれぞれ話し合って、それぞれ分担して返済することで話がついた。一見するとめでたしめでたしだが、犯人の胸中は複雑だっただろうな。そもそも借金をどうにかするための身代金誘拐で、もうすでに取り返しのつかないところまで行っちゃってるんだもんね。借金の件はこのようにまとまったので、犯人としてはもはや、被害者家族から身代金を引き出す必要性が薄くなった。このため、脅迫電話も途絶えることになるんだが、それがきっかけで、警察はそれまでの秘匿捜査の方針から一転、公開捜査に踏み切ったんだ。秘匿捜査ってつまり、まだ誘拐された被害者が生きているかどうかわからないから、犯人を不必要に刺激しないように内緒でこっそり捜査してたんだよね。それを止めたってことは、まあ、オブラートに包んで言うのであれば、ある程度のリスクはしょうがないと踏み切ったってことだ。向こうの目的が身代金の要求なら、どうにか渡さずに交渉を引き伸ばして、その猶予で犯人の証拠をつかむってのが常道なんだが。でも、犯人からの要求の連絡がぱったりと途絶えちゃったわけだ。こうなると、警察としては苦しかった。最悪なシナリオとしては、秘匿捜査を続けて捜索希望制限し続けて、そのまま犯人を取り逃がすっていうケースだな。そうなってしまうよりは、いっそリスク上等で大々的に捜査して、犯人を絶対に逮捕するべきだってことだ。言い方は悪いけど、このまま放っておいても被害者の女子大生が無事に帰ってくる可能性も低いからね。
さて、公開捜査に踏み切った結果、誘拐が行われた現場での目撃証言などが上がってきた。また犯人も、報道機関などの情報を受けた身内からもしかしてお前がやったんじゃないかと質問を受けるようになったという。これはもう、逮捕までは時間の問題だね。電話に残された声の質や言葉遣い、多額の借金という動機、現場周辺に土地勘のある人物、決して多くはない情報から、時間をかけて慎重に犯人像を絞り込んでいくうちに、一人の男性が捜査線上に上がった。そして、犯行からちょうど50日が経過した1981年1月19日の夜、警察はその男性に任意同行を求めて事情聴取に至り、誘拐殺人の実行を自供させるに至ったというわけだ。聞いている感じ、警察の方々もかなり苦労したんだね。犯行の経緯が行き当たりばったりな感じだったから、そこまで時間がかかるのって結構意外かも。自供の内容に基づいた遺体の捜索も大規模に行われたが、残念ながらこの捜索活動では発見には至らなかった。せいぜい、遺留品とおぼしきメガネや英語の辞書が入ったバッグが見つかった程度でな。ある意味では、犯人の目論見通りに死体の隠匿は達成できていたということだ。ご遺族の方々からすると、無念だろうな、死に目にすら会えないなんて。捜索が終了した後も、ご遺族の方は何とか見つけたいとの一心で、自らモーターボートの操縦免許を習得して、機体を購入したって話だ。それほどに無念だったんだろう。つんだ。最終的に遺体が発見されたのは、裁判の初公判の直前である5月5日のことだった。発見したのは民間人の男性で、歯型や指紋、血液型、失踪時の衣服などを確認した上で、殺害された被害者と同一の死体であると断定された。実質半年か。どうしてこのタイミングで急に見つかったんだろう。もともと水底のくぼみにはまって見つからなかったのが、春になって気温が上昇したことで、遺体の腐敗が進んでガスが発生したことで浮上したものとみられている。なるほどね。結局、死体を誰にも見つからずに隠し続けるなんて無理にも程があったわけだ。さて、犯人はまず身代金目的役取材で起訴された後、殺人死体遺棄容疑で再逮捕、送検された。裁判の最中、犯人は自らが犯した罪の重さに涙を流し、自分が死刑になるのが一番いいとまで述べた。当時としては、被告が自ら死刑を望むのは異例中の異例だったとのことだ。反省していないよりはずっと良いけど、それでも何を勝手なことをって思っちゃうな。そうだな、裁判の場に立ってからの犯人の主張や心境なんて、言ってしまえばどうでもいいことだ。問題は、卑劣にもまだ若く未来ある女子大生を意図的に狙って殺害し、身勝手な理由でその家族から多額の金銭を要求しようとした、犯行の悪質さにあるわけだからな。犯行から逮捕まで50日も期間が空いてるって話だったもんね。本当に反省しているなら、その間に実施するチャンスなんていくらでもあったはずだよ。最終判決は、検察の求刑通り、死刑が言い渡された。普通、死刑が言い渡される時ってのは、まず最初に判決理由から入るものなんだが、今回の判決後半では、最初に被告人を死刑に処すという主文から言い伝えたという。それだけ今回の事件が異例だったってことだよね。余談ではあるが、異例という話で言うと、今回死刑判決に踏み切った裁判長の方は、実はもともと死刑反対論者だったんだ。そうなの？特に、学生時代から仕事に就き始めの頃は、かなりそちら側に寄っていたらしい。だが、仕事をする上で死刑反対は理想論だという葛藤を抱くようになり、そして今回の判決では実際に死刑を言い渡すことになった。つまり、死刑反対論だった裁判長さんにすら、死刑を言い渡させたレベルってことか。死刑制度の賛否についてはいろんな意見があるし、何が正解で何が間違いだと断じることもできない。この動画を見てくれている視聴者さんにも、おのおの思うところはあるだろうしな。マリサはどっちなの？黙秘権を行使させてもらうぜ。この場合、動画の進行役がどちらか片方に肩入れするのは、ちょっとアンフェアな気がするしな。それもそっか。ただ、他の人の考え方を聞いてみたくはあるんだよな。今回のような凶悪かつ身勝手な犯罪で、被告自身も死刑を妥当だと受け入れている。遺族の無念は想像に難くなく、ある意味では似たような犯行に及ぼうとする人間への見せしめとしての役割も期待できるわけだが。でも一方で、死刑反対派の人々が言うように、どんな場合であっても国家による殺人を許すべきではないって考えもあるからね。終身刑でも十分なペナルティになる、って考え方とか。賛成、反対、あるいはどちらでもない意見でも、気兼ねなく聞かせてほしいんだぜ。ただ、デリケートな話題ではあるから、言葉遣いだけちょっとソフトに頼む。はい。そして、事件から長く時を経て、1995年12月21日。
今回の事件の犯人に対する死刑が執行された。でも、犯人が死んだからといって、事件が終わるわけじゃないよね。被害者遺族の方々には傷が残り続けるし、事件が社会に与えた影響だって大きいし、その通りだ。特に、犯人の動機と被差別部落出身の関係性をめぐっては、メディアでも一悶着あったらしいな。まあ、情報の扱い方によってはそこで生まれた人間だから凶悪犯罪者になったなんて、短絡的な意見に偏る人が出てもおかしくないよね。事件の原因ではあったのかもしれないがな。結局のところ、不倫をして女性に貢いだりギャンブルを重ねて借金をしたのは、本人の選択だ。その後の解決策として、決して許されない悪辣非道な方法を選んだのもな。うん、私もそう思う。ともかく、名古屋女子大生誘拐殺人事件の顛末としてはこんなところだ。今回は、岡山元同僚女性バラバラ殺人事件、を紹介するぜ。コナンのタイトル勝手くらいえげつない事件名なんですけど。コナンのようなミステリ要素は少ないが、正直フィクションであればどれだけ良かったか、と思わずにはいられない事件だな。バラバラ殺人って、よっぽど何か恨みでもあったのかな？いや、先に言ってしまうが、今回の事件の犯人は、ただ欲求不満のために、女性を襲って殺し、遺体を隠すためにバラバラに解体して捨てた。最悪だ。通常、被害者が一人のみの事件においては、刑事裁判でも死刑が回避されやすい。加えて、この犯人には以前の前科前歴もなく、今回の殺人が初犯であった。にもかかわらず、刑事裁判で死刑判決が言い渡されている。それぐらい特殊というか、凶悪な犯罪だと判断されたってことだね。被害規模の大きさや前科の有無がどうでも良くなるくらいに、更生の余地もない最低の輩だと。先に言っておくが、かなり胸クソな事件だ。そういうのを受け止められる精神状態じゃないって人は、一度視聴を見合わせてほしい。では、早速事件の経緯から紹介していくぜ。さて、今回の事件を起こすことになる犯人は、事件当時は29歳の男性だった。当時、この犯人の男性は婚約していたはずの女性が他の男と結婚した、という不幸に見舞われてな。うわ、それはなんというか、災難だったね。なので、誰か適当な女を犯して殺して欲求不満を解消しよう、と考えた。いやいやいや、ちょっと飛躍が過ぎるよな。飛躍が過ぎるどころの話じゃないでしょ、どういう思考回路してんの。で、まずは自分が住んでいたマンションの隣の部屋の女性を強姦する計画を立てたんだが、こちらは失敗に終わる。衝動的にも程があるよ。で、犯人は次にこう考えた。今働いている勤務先の同僚の中から良さげな女を3人選んで、この中から誰かを犯して殺そう、ってな。なんていうか、本当にどうしようもない悪人っているんだね。同情の余地が一切ないわ。さて、2011年9月30日のことだ。犯人は10日前にそれまで働いていた会社を退職しており、この日は社員証の返却、という名目で会社を訪れていた。時刻は夜、もし3人の女性のうちの誰か1人が対応してくれれば、犯行に移るには絶好のタイミングだった。こう言っちゃなんだけど、計画もめちゃくちゃ行き当たりばったりだね。誰が対応するかなんてランダムじゃん。そして、運悪くこの犯人の対応に当たったのが、当時その会社に派遣社員として勤めていた被害者の女性。犯人が事前に想定していた良さげな女、リストのうち1人に該当する女性だった。あちゃあ。補足だが、犯人は特にこの女性と親しかったわけではない。フロアも部署も別で、せいぜい顔を知っているかどうか程度の関係だった。相手との関係値動向ではなく、単純に見た目や若さで選んだんだろうな。最悪ポイントがとどまるところを知らない。犯人は勤務中の女性を、ちょっと見てほしいものがある、と言って、社内の倉庫に連れ出した。女性が倉庫内に入ったところで、犯人は倉庫の鍵を閉めて、その場で女性を殴り倒してしまう。女の人も、まさか職場で犯行に及ばれるなんて思いもしなかったでしょうね。犯人はそのまま女性を持っていた手錠で拘束して強姦。その後、誰にも言わないから助けて、という女性の懇願を無視して、バタフライナイフで10回以上も胸を突き刺して殺害を試みた。なんというか、どうした？いやもう、どうしようもない悪人だってのはわかるんだけどね。まあ、まともな倫理観のある人間なら、たとえ最初から殺すつもりだったとしてもちょっとためらうよな。迷いなく10回も刃物で刺しているってのは、
今回の犯行の異常性を表す指針の一つだぜ。でもさ、その割には犯行がすごいお粗末じゃない。さっきの行き当たりばったりの犯行計画にしてもそうだし、最初から殺すつもりだったならバタフライナイフはちょっと。結局、何度胸を刺してもなかなか死ななかったので、最後は首をかき切って殺しているからな。まあそのお粗末さのおかげで、事件の発覚も恐ろしく早かったんだが。もう言葉もないわ。その後、犯人は女性から現金24,000円と持っていたバッグを奪い、また死体を自分の車に乗せて実家に向かった。両親と妹にはこっちに転勤になった、と嘘をつき、そこから数日間は実家で生活を送る。またそんなすぐバレる嘘を。で、この隠遁生活の中で、犯人は死体の処理を試みた。まあ、どうにかしないとずっと車の中に積んだままだもんね。毎日実家近くの借用ガレージに通い詰めては、骨を細かく手で砕き折り、肉片をノコギリなどで細かく刻んで、近くの川やゴミ捨て場などに捨てていった。ちなみに、よほどに細かく刻んだのか、犯人逮捕後に供述を元に捜査しても、遺体の全身は揃いきらなかったとのことだ。ご遺族の気持ちを考えるとやるせないわ。さて、犯人が女性を殺した翌日の2011年10月1日、被害者家族が警察に娘が帰ってこない、と捜索願いを提出した。その後、会社の防犯カメラに犯人と女性が二人で映っている映像が確認される。映像記録が残っているんだから、これはあっという間だね。だな。警察が犯人の身元を特定し、同月6日には警察に任意同行、その後の取り調べで殺害を自供したことで事件が発覚。犯行の全容が明らかになると、犯人は殺人、死体遺棄、損壊などの罪状で逮捕、起訴された。ちなみに、この犯行の他にも会社の倉庫からテレビや掃除機を盗んでいたことが判明し、後日窃盗容疑で再逮捕されている。もはや何でもありかよ。さて、この犯人だが、同月8日に送検されると検察の取り調べ中に突如逃げ出そうとしている。結局、その場ですぐに取り押さえられてしまったんだが、もしここで仮に逃亡に成功しても、当時の犯人はサンダル履きで無一文だった。もし運よく逃げおおせたとしても後がないよね。このことからも、非常に衝動的かつ短慮で計画性のない人物だったのではないか、という指摘がされている。さて、2013年2月に地方裁判所で第一審が開かれると、犯人はここから驚きの発言を連発する。驚きの発言って、もうどうしようもない奴ってのはわかってるから、ここから何が飛び出てきても驚かないと思うんだけど。まず犯人は起訴内容を間違いない、と認めた上で、被害者の女性に対して聞かれると、特にかわいそうとは思わない、と発言。まあ、そういう人の情を持ち合わせていたらそもそも事件起こしてないからね。また、事件の動機について語った際に、婚約していた元交際相手の女性と結婚した男性に対しても殺害計画を企てていたことを告白。現在もその男性に対する殺意があるかどうかについて尋ねられたところ、もちろんです、と肯定した。もちろんです、じゃないんだよ。さらに、検察官から殺人行為をどのように考えているか、と問われたところ、目的達成のためなら正当化される、といった旨の回答を行った。中二病の学生がよくやる答えだね。一方で、過去に司法試験を受験した経験から犯罪者は殺してしまえばいい、と過激な発言をした際に、今はあなたが犯罪者ですが、と返される。すると、自分は特別だから別だ、と尻滅裂な回答をして場内を呆れさせた。なんか、確かにこれは驚きというか、予想をはるかに下回ってきたわ。っていうか、過去に司法試験を受けていたって初耳なんだけど、学業の成績は一定以上を収めていたって話だ。つまり、頭は良かったんだ。とてもそうとは思えないずさんな犯行だけども、いわゆる勉強はできたタイプ、なのか。それとも、すべて自暴自棄になってしまったのか、だな。なるほどね。さて、この犯人だが、後の公判では態度を一変させ、死刑になりたかったので悪いことばかり言った、と言い訳をして、泣いて詫びている。一貫性がないなぁ。だが、時すでに遅し、身勝手な動機で他人の命を奪い、その反省も見られず、更生の可能性もかなり低い。検察は死刑を求刑し、これがそのまま判決となった。順当だね。冒頭でも述べたが、裁判員制度下で前科なしの被告、かつ一人殺害、というケースにおいては、初の死刑判決ということになった。それだけ珍しいケースだったってことだ。
ってもさ、被害者が一人でも凶悪な殺人事件って過去に何度もあったと思うんだけど。ここで日本における死刑適用の基準について少し話を膨らませておこうか。死刑の基準？日本の刑事裁判においては、永山基準という死刑選択時の量刑基準が設けられている。まあ、設けられているとは言っても、必ずしも拘束力のあるものではないんだが、そもそも裁判からして、過去の判例を引き合いに出すことが多いものだからな。過去にこういう事故が起こった時にはこういう判決が下りました。だから今回も同じようにしてください。という言い分が認められるってことね。この永山基準というのも、過去の裁判に由来している。1968年に起きた連続射殺事件の被告の名を取ってこう呼ばれているんだが、それによると、死刑が適用される基準は次のような項目を総合的に判断しているとのことだ。死刑にするかどうかの複数の判定項目があるのね。ざっくりと説明すると、犯罪の性質、動機、計画性、必要性、残虐性、被害者の数、遺族の感情、社会に与える影響、犯人の年齢、前科、情状酌量の有無、この9項目だな。え、多くない。これを総合的に判断って、めちゃくちゃ複雑なことになりそうだけど。まあそもそも裁判って複雑なもんだからな。だが、特に被害者の数について言及すると、被害者が1人以下なら無期懲役、3人を超えたら死刑確定、というのが一般的な基準なんだ。他の項目がよっぽどのことになっていない限り、一人殺害は無期懲役が通例だと。逆を言えば、今回の事件はその他の項目がとんでもないことになっていたから、一人殺害でも死刑が適用されたってことになるね。そういうわけだ。と、脱線してしまったが。ともあれ第一審で被告に下った判決は死刑。弁護側は控訴を行ったが、被告本人の申し立てで取り下げられた。死刑を受け入れたってこと？どうなんだろうな。まあ、今更反省してももう遅いんだが。それは本当にそうだよね。被害者の女の人には何の落ち度もなかったのに。顔を知っていたというだけで遺恨も何もない相手を犯し、殺し、そしてその死体をバラバラに引き裂いて捨てられる。そんな残酷なことが許されて良いはずがない。こうして判決は死刑で確定。それから4年後の2017年7月に死刑が執行された。なんていうか、すごく後味の悪い事件だったわ。いや、人が死んでいる時点で後味に良いも悪いもないんだけど。裁判や法律ってのはあくまで対症療法だからな。悪人を裁いて報いを受けさせることはできるが、非道な犯罪をこの世からなくすことはできないわけだ。どうしたらこんなひどい事件が世の中からなくなるんだろう。それを考えるのもまた、法律の役目なのかもしれないな。ともあれ、今回の動画はこの辺で。今回は当時中学生だった少年 A が起こした、神戸連続児童殺傷事件について解説していくぜ。中学生が連続殺傷事件を起こしたの。ああ、日本の犯罪史上に残る悲惨な連続殺傷事件で、当時日本中を震撼させたんだ。日本中が震撼したってどんな事件だったのかしら？かなり残酷でひどい事件だった。これから詳しく解説していくぜ。よろしくお願いするわ。1997年2月から5月にかけて事件は起こったんだ。5人の小学生が被害を受け、2人が亡くなった。犯人は事件当時神戸市立の中学校に在学していた、14歳の少年 A だった。5人もの小学生が被害を受けたの。ああ。そして亡くなった小学生の頭部が犯行声明文、と共に中学校の正門前に置かれたんだ。ひぃ。犯行声明文で少年 A が自分のことを、榊原生徒、と名乗っていたことから、榊原事件、榊原生徒事件、とも呼ばれている。なんて異常な事件。順を追って、事件の経緯を解説していくぜ。聞くのも怖いけど、よろしくお願いします。残酷な事件だから苦手な人は気をつけてくれよ。まず第一の事件が起こったのが1997年2月10日午後4時頃だ。神戸市須磨区の路上で小学生の女児2人が、ハンマーで後頭部を殴られて1人が重傷を負ったんだ。え、なぜ殴ったの？被害者が何かしたわけではない。通り魔的犯行だ。ひどい。この時犯人がブレザーを着ていて、学生カバンを持っていたことを娘から聞いた女児の父親は、近くの中学校に犯人がわかるかもしれない、生徒の写真を見せてほしい。
と要望した。ブレザーを着ていたことまでわかるなら、顔がわかるかもしれないわね。だけど学校は警察を通してほしい、と拒否したんだ。父親は警察に被害届を出して、生徒の写真を見せてほしいともう一度中学校に要求したんだ。でも結局見せてもらうことはできなかったんだ。被害者が顔を見たらわかるかもしれない、と言ったのに。ああ。このことは犯人逮捕後、この時点で何らかの対応をしておけば、第2、第3の事件は防げたのでは、と批判が起こったんだ。確かに。第2の事件は3月16日午後0時25分頃、公園近くにいた小学4年生の女児を金槌で殴って逃走、10分後に別の小学3年生の女児の腹部をナイフで刺したんだ。金槌で殴られた被害者は、病院に運ばれたが3月23日の小座礁で亡くなってしまった。ひどすぎる。そして第3の事件が起こるんだ。5月24日、神戸市に住む小学生の男児を殺害したんだ。男児は祖父の家に行くと言って昼過ぎに家を出た後、殺害する相手を探して自転車に乗っていた少年 A と偶然出会ったんだ。殺害する相手を探していたなんて。少年 A は向こうの山に亀がいたよ、と、近所のタンク山、と呼ばれる高台に被害者を誘い出して考察した。被害男児は少年 A の弟の友人で、たびたび家に遊びに来ていたから亀が好きだと知っていたんだ。弟の友人に手をかけるなんて、男児を殺害した後、遺体の発見をできるだけ遅らせたいと考え、近くのフェンスで囲まれた施設に隠すことにしたんだ。軟禁状がかかっていたため、ホームセンターに行き、金のこぎりと軟禁状を万引きした。金のこぎりで軟禁状を壊して、遺体を隠した。金のこぎりは落ち葉の下に隠し、軟禁状は新しいものに掛け替えた。人を殺めてしまったという動揺を感じられない行動ね。その後は友達と遊んで、午後6時過ぎに家に帰った。え、平気に友達と遊んでから帰ったの。翌日の25日、ノコギリで遺体を切断したいと考え、再び殺害現場を訪れたんだ。男児の遺体を金ノコギリで切断し頭部を木の隙間に隠して帰った。ひぃ。26日、男児の行方不明事件ということで、警察が捜索を開始した。警察、PTA、消防合わせて150名が捜索に当たったんだ。A はいつものように生活し、昼過ぎに男児の遺体を見に行っている。あまり変化がなく、がっかりして男児の頭部を家に持ち帰った。家に持ち帰ったの、いや、もう、全く気持ちがついていけないわ。いずれ遺体は警察から発見されると思い、どこに隠すかを考えた。まさか中学校に通う生徒が、自分の通う学校に置くはずがない、と思うだろうと考え、中学校の正門前に置くことにしたと言っている。自分の通う中学校の正門に、偽りの犯人像を表現するために手紙を添えることに決めた。この手紙で使った名前、榊原生徒、というのは小学5、6年生の時に悪い方の僕自身に僕が付けた名前、だった。小学生の時考えた名前だったの。5月27日午前1から3時、自転車で中学校の正門前に行き、被害者の頭部を遺棄した。口に犯行声明文を添えたんだ。ひぃ。おぞましすぎる。このことが報道されると世間は震撼した。警察は同日8時、捜査本部を設置した。記者会見で、酒、鬼、バラ、と読み、何を意味するかは不明と発表、報道機関も同じ表現をした。テレビ朝日の黒田清が、榊原生徒という人名じゃないか、と発言し、マスコミや世間でも、榊原生徒、という解釈が広まったんだ。確かに、この漢字は駅会ではなかなか読めないわ。その日のうちに、タンク山の遺体の胴体も発見された。そのニュースを見て少年 A は、早すぎる、と感じたと後日語っている。でも犯人像は30から40代男性と報道されていたため、ここまでうまくいったなら自分が犯人とはわからないだろう、と思い、第2の声明文を出すんだ。第2の声明文？6月4日、神戸新聞宛に赤インクで書かれた第2の声明文が届く。榊原を鬼原、と読んだことに強く抗議、再び間違えて読んだ場合は報復すると書かれていた。自身を透明な僕、と表現していた。自分の存在を世間にアピールするために殺人を犯したと書いてあった。自分は子供だけではなく、大人も狙うことができるとも書かれていたんだ。自己顕示欲を感じるわね。最初の声明文は文章を一部修正した形で報道されていたが、神戸新聞に届いた声明文に同封されていたものは、修正前と同じ文だった。
いたずらではなく、事件に関わった人物しか知ることができない、犯人によるものだと確定されたんだ。少年 A は犯行声明文を書くときに、30代男、学校関係の職場で働いていたが解雇。学生時代いじめに遭い、社会を恨み、復讐を考えている、という人物像をイメージしたと言っている。年齢以外は本人と重なる気がするわ。でもこの二度目の声明文を出したことにより、後に筆跡鑑定で逮捕されることになるんだ。警察関係者は A が容疑者に浮上してから彼の作文を調べたら、すぐに同一人物の筆跡だと分かった。と言っている。だがその時は筆跡鑑定の結果、同一人物と判断することは困難である、という結果になり、逮捕状を請求できなかったんだ。見る人が見たら同一人物の文字だったけど、逮捕状まではいかなかったのね。6月28日、A に任意同行を求め事情を聞いた。最初は否定していたけど、筆跡が一致した、と言うと、声を上げて泣き出し、自供を始めたんだ。声を上げて泣くくらいなら、なぜそんなことをしたの？少年 A は、殺人罪と死体遺棄で逮捕された。通り魔事件に関しても犯行を認めたんだ。警察は比較的早期から、少年 A を疑っていたが、中学生だったため極めて慎重に捜査は進められていたんだ。まさか中学生がって思ってしまうわよね。逮捕を聞いて世間の人たちはどんな反応だったの？14歳が起こした事件だと知って、世間では大きく騒がれたぜ。驚いた。こんなことが14歳にできてしまうという現実が恐ろしい、などという意見で溢れた。マスコミは犯人像として、黒いポリ袋を持った20代から30代のがっしりした男性、と繰り返し報道していたからな。その犯人像は、少年 A が手紙を書くときにイメージした人物像に似てるわね。通常、少年審判は精神鑑定が非公開だが、この事件は注目度が著しく高かったから、例外的に精神鑑定の結果を公開した。脳の X 線検査、脳波検査、CT や MRI による脳の断層検査、染色体、ホルモン、いずれも異常なし。精神疾患はなく、意識は生命、年相応の知的能力がある。猫殺しの欲望が攻撃衝動に発展した。自分自身が異常であると分かり、落ち込んだが次第に自分が無価値なら他人も無価値であるべきである、と自己の殺人衝動を考え、自分自身を正当化するようになった。という結果だったぜ。普通の正常な中学生が起こした事件だということで、さらにゾッとしてしまうわ。法務省は少年 A に関しては、従来より収容期間を2年以上延長した新課程 G3 を新設し、精神科医や法務省教官など専門家で作るプロジェクトチームを編成したんだ。精神鑑定で、A は家庭における親密体験の乏しさを指摘されたんだ。そのため男性主治医を父親役、女性主治医を母親役とする疑似家庭を作り育て直しをするという前例のない治療体制が組まれたんだ。A は最初は閉ざしていた心をだんだん開き、更生は一定の効果を見せたように見えた。疑似家庭まで作って更生を試みたのね。ところがある日、A が理想の母親のような人、と慕う女性精神科医を、陰性の一人が色っぽい白豚、と発言した。その途端、すごい形相で激高して近くにあったボールペンを逆手に取り、その陰性の目を突き刺そうとしたんだ。慕ってる母親のような人のことを侮辱されたから。でも怒ったからといってもその怒り方はあまりにも。また、A は少年院仲間に、いくら遺族の指揮を読んでも治らないんだよ。性格が異常なんだから。闘争と破壊こそ真の世界の姿だが、いい子にしていなければ出られないから気をつけなくっちゃ。という発言もしている。ああ、構成がうまくいったように見えたのは、演技なのかと思ってしまうわ。また、2001年11月院生の一人が教官の持っていた書類を盗み見して、A が偽名であると発覚した。榊原なのか？と問いかけると、ニヤッと笑ってうなずいたと噂が広がり、正体がバレたんだ。その後、もともとあった A のいじめが過激になった。2002年突然半裸で意味不明の規制を発し、ボールペンを振り回し周りを威嚇し始めた。教官が他の院生を連れ出し、周りを囲んで説得をしたらカッターナイフで自分の陰部を切りつけたという事件を起こしたんだ。行動が過激。少年 A の母が、少年 A、この幸運で、という手記を出版した。これは父親の退職金すべて差し出しても全く足りない、被害者遺族への賠償金を院生で支払うためだそうだ。弁護士が院生専用の口座を開設し、被害者遺族がいつでもチェックできる仕組みになっている。
被害者遺族がいつでも口座をチェックできるのね。その後少年 A も、絶果、という式を出版した。こちらは被害者遺族には事前に相談がなく、遺族は出版停止を求めている。また A はホームページを作り、複数の週刊誌に2万字以上の手紙を送っている。手紙の内容は自己主張で、遺族への謝罪や事件の反省はなかったんだ。ホームページも自己顕示欲の場だと複数の専門家から指摘されている。2016年ホームページは閉鎖され、有料メールマガジンを始めたけど数日で凍結された。特別チームで疑似家族まで作って構成に取り組んで、再犯は今のところしていない。でも遺族への謝罪が感じられないところに、構成の難しさを感じるわね。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。マリサ、京都アニメーション放火殺人事件について解説してほしいのだけれどいいかしら。わかったぜ。じゃあ、今回は京都アニメーション放火殺人事件について解説していくぜ。すごく大きな事件で、テレビでもネットでもニュースになって多くの人が悲しみに落ちた事件だから、しっかりその内容を覚えておきたいわ。では早速、京都アニメーション放火殺人事件について解説していくぜ。すごく大きい悲惨な事件なのは覚えているけど、もう一度どんな事件だったか説明が欲しいわ。了解だぜ。京都アニメーション放火殺人事件は、2019年7月18日に京都府京都市伏見区で発生した放火殺人事件だぜ。京アニ事件とか、京アニ放火と報道されてネットでも多くの有名人が反応していたわね。事件の概要は、アニメ制作会社京都アニメーションの第一スタジオに男が侵入し、ガソリンを撒いて放火したことで、男を含む70人が死傷したんだ。本当にニュースでその建物を見たけど、事件の大きさを物語る焼け跡だったわ。一人の犯行で多くの人の命が奪われたからな。この放火の犯行をしたのは青葉容疑者で、後に説明するが以前の生活や家庭環境に多くの問題を抱えている人物なんだ。大きい事件の犯人って、いつも背景には家庭環境の影響というものがあるわよね。確かにそれはその通りかもしれないな。先に、事件の詳細な説明から入るぜ。お願いするわ。2019年7月18日の午前10時頃、京都アニメーションの第一スタジオに男が侵入してバケツ2つで15リットルのガソリンを建物1階に撒く。そして、現場にいたスタッフ数名に暴言を叫びながらライターで着火し、大きい爆発音と同時に爆発が起こり建物が燃え始めたんだ。普段から働いている職場に、ガソリンを撒くような人が来ても何が何だかわからないわ。でも、京アニは防火対策は適切に行われていたんだ。ガソリンを大量に撒かれたことで建物は全焼という結果になってしまったものの、火災が起きてからすぐに、22件もの通報を京都市消防局に入れたんだ。それでも、この事件ではたくさんの被害者を出してしまったのよね。ああ、そうだぜ。爆燃現象という、建物内で起こりうる爆発的な火災が起きる現象により建物は全焼、社員36人が死亡、33人が重軽傷という大惨事を招いた事件になってしまったんだ。本当に痛ましい事件だわ。世界的に愛されている企業なのに、その建物とスタッフが大きな被害に遭うなんて。実は、ガソリンを撒いて火をつけた青葉容疑者自身も重度の火傷を負っているんだ。確かに、ガソリンを大量に撒いて自分で火をつけたのよね。それだったら、一番最初に火が燃え移ってもおかしくないわ。青葉容疑者は、全身の 90% に及んで火傷を負っていて、一時は重篤な状態だったんだ。移植用の皮膚を提供するスキンバンクは常にドナー不足のため、被害者を優先すべきと判断されて、スキンバンクは使用されなかったんだ。しかし、青葉容疑者は、事故の組織を培養した培養皮膚の移植を繰り返して、奇跡的に一命を取り留めたんだぜ。なんとも言えない感情が湧いてくるわね。何人もの命も奪っておいて、生きているふてぶてしさも感じるし、罪を償うべきという感情もあるわ。この事件を目撃した近隣住民は、京アニの建物の3階にはしごをかけるなど、救助の手助けをしていて、容疑者の姿も目撃していたんだ。その近隣住民は、事件の直後は行さん人が来てはったけど、今は静か。でも、あの時見た犯人の顔はずっと心にある。焼け焦げた真っ黒な顔で意味のわからんことをわめいていたあの人の顔が、何度も何度も蘇ってね。恐ろしくて腹立って、何とも言えん気持ちになるんです、と言っていたんだ。
事件の状況を聞いた私でさえ、似たような気持ちになるんだから、現場を目撃した本人なら、なおさらよね。それに、真っ黒に焼け焦げた人がわめいて暴言を吐いていたりしたら異様すぎる光景がショックとして脳裏に焼き付いて離れなくなるのも十分理解できるわ。この事件の被害者の詳細の死因や亡くなった方の個人名はこの動画では控えさせてもらうぜ。ただ、日本の重要な文化でもあるアニメ文化の一端を担う京都アニメーションという人望厚い会社の優秀なスタッフ。未来あるスタッフが大勢亡くなったことは間違いないから、それだけは伝えさせてもらうぜ。そんな、大勢を殺害するのに、ここまで被害を大きくさせた要因、京都アニメーションを狙った動機とかってあるのかしら？青葉容疑者には明確な動機があったんだ。それをこれから解説していくぜ。まず、この事件の動機は恨みから来ているものなんだ。恨み？京都アニメーションに何かされたの？京都アニメーションが制作した作品の、響け、ユーフォニアム、という吹奏楽部の高校生たちを描いた作品のアニメがあるんだが、その中の一部の要素が盗作されたとして恨みを持ったと言われているんだ。そうなの。響け、ユーフォニアム、では、バリトンサックスの役として、バリサク、という言葉が使われているんだ。容疑者も、バリサク、という言葉を使っており、それが理由で犯行に及んだのではと言われているぜ。それって本当に今日兄が盗作したの？いや、違うぜ。そもそも、同じフレーズでもその意味は全く異なっていたし、何より、作品などで使われていた言葉ではなく、掲示板などの書き込みの類だったんだ。マジか。結構なこじつけなんじゃ。そうかもしれないな。もう一つの動機要因が、青葉容疑者が書いた小説を京都アニメーションに盗まれたと勘違いしていたため犯行を行ったのではないかと言われているぜ。そっちの方が、動機として強そうだけど、それは事実として本当にあったの？これは青葉容疑者が警察に取り押さえられた時に怒りながら発言していたことで、事件後の供述でも事件直後と同じように、自分の小説が盗まれたから火をつけた、と供述しているんだ。事実に関してなんだが、青葉容疑者は京都アニメーションに少なくとも2点の小説を応募しているんだ。これは事実なんだ。じゃあ、本当に盗作されてたってこと？それは違うぜ。青葉容疑者の小説は、一時審査を通過しておらず、社内で共有されていなかったんだ。しかも、その作品の内容も類似するものや盗作になるようなものはなかったんだ。本人の思い込みだったってこと？おそらくそうである可能性が高いんだぜ。殺人の意識や殺意も高く、一番多くの人が働いている第一スタジオを狙った、という供述をしていることや、埼玉の自宅を出る時から殺意があった、と供述しているんだ。今日兄の建物について知ってたこととか、ガソリンの準備とかから考えると、計画的な犯行だったってことかしら。犯行自体に緻密な計画があったかというとはっきりはわからないんだが、ガソリンは、事件現場から西へ500メートルのガソリンスタンドで発電機に使う、とそう言って、店員からガソリン40リットルを購入したんだ。そのガソリンで体に火が燃え移って渋滞になっていることから、完全に細かい計画が組まれていたわけじゃなくて、怒りに任せた行動だったのかしら。現場から体に火がついた状態で逃走した青葉容疑者は、近隣住民に火事の被害者だと思われて、ホースで水をかけられたんだ。だから一命を取り留めた可能性も高いんだ。そして、その後に警察官に逮捕された青葉容疑者は渋滞にもかかわらず、俺の作品をパクリやがったんだ。社長を呼べ、ここで倒れるわけにはいかない。これから宇治の本社に行かないといけない、と叫んでいたほどなんだぜ。本当に激高していたのね。青葉容疑者の性格は、知人や元職場の関係者の発言から、気性が荒く、一度怒ると手がつけられなくなる、ということもわかっているんだ。普段からそういう性格で通っていたのね。その家庭環境もかなり問題のある環境で育ったんだ。実は、青葉容疑者の祖父、父、妹は自殺しているんだ。家族3人も、それは複雑なんてレベルの話じゃないわ。自殺の理由は全員バラバラなんだが、母親も家から出ていて、青葉容疑者の家族はみんないなくなってしまっていたんだ。きっと本人の心境は想像を絶するものだったと思うわ。だからって、起こした事件は許されることじゃないけど。そんな家庭環境に置かれた青葉容疑者だったが、本人は一人暮らしも初めて働いてもいたんだ。しかし、徐々に生活に問題が出てきて、部屋はゴミだらけで近隣住民からは騒音問題で苦情が来ていたんだぜ。
こんな凶悪な犯罪を起こすまでには感じられないけど、少しずつ、犯罪にも手を染めていくんだ。そういった近隣トラブルの後に、家賃の滞納をするようになり、果てには仕事帰りに下着泥棒をして逮捕されているんだ。前科があったのね。下着泥棒で逮捕された時は、貧血で焼けになった、と供述していて、さらにその後にはコンビニで強盗事件も起こしているんだ。そこでは、仕事で理不尽な扱いを受けて、社会で暮らしていくことに嫌気がさした、と供述していたんだぜ。どんどん犯行がエスカレートしているわね。服役中も、10回以上問題行動をして懲罰を受けていて、医師の診断を受けると精神障害と診断されて、障害者手帳の交付や薬物療法も受けていたんだ。そうだったのね。犯人の過去にそんなことがあったのは知らなかったわ。事件の数日前も、近隣住民との間にトラブルが起きていて、その段階で今日は2事件の犯行は考えていたらしいんだ。こんな取り返しのつかない事件を起こす前に、何か対処する方法はなかったのかしら。今の日本だと、本気で犯行を決行する人を未然に止めるのは難しいんだ。そういえば、この事件の後にネットとかで拡散されて多くの有名人が募金とかしてたよね。ああ、そうだな。スタッフや建物だけじゃなくて、作品にも影響は出ていて上映の延期や制作の困難などが挙げられるぜ。その募金も約30億円と大きい額の募金が集まったんだ。30億、すごい募金額ね。やっぱり多くのファンがいる会社ってことがわかるわね。この募金は、犠牲者と負傷者へ配分されたんだが、労災補填などを除いても、死傷者の被害規模は少なくとも40億円に達するらしく、まだまだ被害の補填には達していなかったんだ。それだけ大きい被害だったのね。また、事件後の青葉容疑者に関しては、入院していて重体だったこともあって、取り調べも行えなかったが、少しずつ回復していて事情聴取も受けるようになったんだ。でも、そこでの受け答えは今日兄への恨みや殺意を感じさせる発言が多かったが、病院での生活が続くうちに少しずつ心境は変化していったんだ。どういった心境の変化があったの？自分のことを担当していた医療チームに対して人からこんなに優しくしてもらったことは今までなかった、と発言していて感謝の気持ちを表していたんだ。同時に、人の道を外れることをした、とそこで初めて反省とも受け取れる言葉を口にしたんだぜ。やっぱり、自分の感情とかって周囲の環境が大きく影響するものなのね。その医療チームの優しくしてくれる看護師などがいないと、機嫌が悪くなったり、態度が悪くなったりもしたらしいんだ。だから、病院が変わると、リハビリにも消極的になったり、事情聴取にも、どうせ死刑だから、話す必要がない、とふてぶてしい態度を取ったらしいぜ。もう、手のつけようがない気分の波の激しさね。自分一人である程度感情や理性のコントロールが効かないと、生きていくこと自体が難しいわよ。それと、事件後の報道に関しても問題が起きていて、京都アニメーション側は、犠牲者の実名公表を控えるように申し出ていたんだ。しかし、実際にはニュースなどで顔写真付きで実名を載せた報道をしていて、視聴者からは多くの批判が殺到したんだ。まあ、そりゃ被害者遺族が反対とかしてて京アニ側も公開を控えるように頼んでいるのに無理やり放送したら誰にとっても良いものじゃないわよね。本当にそうだと思うぜ。第一に配慮すべきは被害者と被害者遺族だからな。再犯防止に向けての報道とかをメインにしてほしいわ。この事件を機に危険物取り扱いに関する法改正なども施されているんだぜ。この事件の取り調べとか裁判とかは進展があったのかしら。いや、最高裁によると、京アニ事件は戦後最悪の犠牲者数の事件で、証拠量や刑事責任能力という難しい判断があるため、初公判までの手続きが長期化しているということなんだ。刑事責任能力がないって判断されたらどうなるの？本人は死刑を確信しているが、精神障害者手帳2級を持っている青葉容疑者は、心神喪失、という状態だと認められた場合は無罪になる可能性もあるぜ。これだけの被害者を出しておいて無罪になるの？もちろん、犠牲者家族も無罪を願っているわけじゃない、極刑が青葉容疑者の刑罰をめぐるスタートの考え方だぜ。ただ、現在も行われている精神鑑定で、心神喪失、が認められれば無罪の可能性、心神耗弱、の状態が認められれば無期懲役になる可能性もあるんだ。その精神鑑定とか、事件の調査とかいつ頃終わるとかわからないの？非公開で行われている部分が大きいから、いつ公判が始まるかとかは一切見通しが立っていないんだぜ。そうなのね。
私たちはこの悲惨な事件を風化させないためにも忘れずに生きていく必要があるわね。その通りだぜ。というわけで今回はここまで。今回は TBS ビデオ問題を解説していくぜ。TBS って大手テレビ局の TBS、 何かビデオで問題を起こしたの。歴史に残るくらいの大問題になり、その後の対応も問題だったんだ。詳しく解説していくから心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。TBS ビデオ問題の概要をまず説明するぜ。1989年、TBS の3時に会いましょうというワイドショー番組があって、そのスタッフが坂本堤弁護士のインタビュー映像を放送前にオウム真理教幹部に見せたという問題なんだ。放送前にインタビュー映像を見せることがそんなに問題なの？ビデオを見せたことが、どれだけ影響があったのかはわからないけど、その数日後、坂本弁護士はオウム真理教によって殺害されてしまったんだ。え、殺害？しかも妻とまだ1歳だった子供も含め一家全員が。一家全員が殺害？ひどすぎる。何が起こったの？まずその時の背景から詳しく解説するぜ。詳しく聞きたい。よろしく頼むわ。霊夢、オウム真理教って知っているか？地下鉄サリン事件のオウム真理教でしょ。知っているわ。そうだ、後に地下鉄サリン事件を起こした教団だ。そのオウム真理教は当時、教祖の朝原昌光の空中浮揚の写真が雑誌に取り上げられたりして、信者が増え始めていたんだ。だからメディアを利用して信者をさらに増やそうとしていた。ふむふむ。ところが週刊誌のサンデー毎日がオウム真理教の狂気という特集の連載を開始したんだ。信者の親や元信者の証言をもとに、教団の問題点をえぐる企画だった。なるほど、教団からすれば嫌な特集だったのね。教団はサンデー毎日の編集部に乗り込み、掲載中止を求めた。外線車で、でっち上げやめろ、と叫んだり、ビル内のトイレにビラをベタベタ貼ったりしたんだ。いくら自分たちに都合の悪い内容でも、そこまでするなんて。初めて、サンデー毎日、でメディアから批判されてから、批判するメディアが増え始めていたんだ。テレビやラジオでもオウム真理教に批判的な番組が増え始めた。その度、教団は抗議したり、プロデューサーの自宅周辺にビラを撒いたりしていたんだ。個人の自宅の周りにまでビラを撒くのね。そんな背景の中、事件は起きたんだ。1989年10月26日 TBS のワイドショー3時に会いましょう、で、水中くんバカ、というオウム真理教のイベントを放送することになった。水中くんバカ、って何？水中にどれだけ長く潜っていられるかを競う催しだ。優れた修行者ほど長く呼吸を止めていられるとオウム真理教側はしている。教団側からすると宣伝になりそうな内容ね。3時に会いましょうは10月26日午前中、オウム真理教に批判的な立場を取る坂本弁護士、牧さん、長岡さんのインタビューを収録した。まず批判的な3名のインタビューを収録したのね。そして同日の昼、別の取材班が朝原昌光による水中くんバカの実演を取材したんだ。同じ日の昼に教団のイベントを収録したのね。そうだ、そこまではスムーズに進んでいた。だけど、朝原昌光のインタビューを開始した途端、オウム関係者がどんな放送をするつもりなのか、と迫ったんだ。担当プロデューサーは、朝原の実演の様子と被害者の会や坂本弁護士のインタビューを、バランスを取った形で放送する、と説明した。そこで、オウム側がビデオの確認を求めてきて押し問答になったんだ。うわぁ、嫌な展開になりそう。ビデオを見せることを確認してその場の事態は収まったんだ。ああ、そんな確認してしまったのね。その日の深夜、オウム真理教の幹部の早川、女優、青山が TBS を訪問して、被害者の会に関係する坂本弁護士らのインタビュービデオを見せるよう執拗に要求したんだ。深夜に3人も来たのね。ここで、オウム側がインタビューに応じるなら、という条件で3人にビデオを見せたんだ。早川はこの時メモを取っている。このメモが後からキーになるいわゆる、早川メモ、だ。とうとうビデオを見せてしまったのね。だが結局、TBS 側スタッフはインタビューを放送しないということを承諾約束して、オウム幹部側はその日帰ったんだ。あれ、オウム側がインタビューに応じる条件だったはずなのに、なかったのね。ああ、その番組そのものが結局放送中止になったんだ。TBS は、ビデオをオウム幹部に見せたことを坂本弁護士たちに伝えたの。いや、伝えていない。それは伝えないと。
ビデオを見せた5日後の31日、早川、女優、青山3人は坂本弁護士が所属する横浜法律事務所を訪れた。坂本弁護士の事務所に3人でやってきたの。坂本弁護士はもともとオウム真理教を告訴しようとしていて、3人は坂本弁護士にそれを回避する交渉をしに訪れたんだ。でも弁護士から教団を告訴すると告げられ、交渉は決裂した。そして4日後の11月4日坂本弁護士一家殺害事件が発生した。ああ、ここでまだ1歳だった子供さんまでオウムの手によって。でもここまで揉めていたからすぐにオウム真理教が疑われたんでしょう。それが、当時はオウム真理教は特に疑われなかったんだ。現場にはオウム真理教のバッジが落ちていたんだけど、特に捜査の手は伸びなかったんだ。え、どういうことかしら。でも TBS はビデオを見せたことを警察に話したんでしょう。いや、TBS はビデオを見せたことをこの時点で公表しなかったんだ。教団を批判しているインタビュービデオを見せたすぐ後にその一家が失踪したのに、どれくらい関係あるかに関わらず、公表しなきゃいけないと思う。ああ、そうだな。霊夢の言う通りだな。事件はこのまま5年以上お蔵入りになるんだ。そして、1995年3月20日、死亡者13名、負傷者6300名余りの被害者を出したあの第3次、地下鉄サリン事件が起きた。その後の捜査でオウム真理教の科学テロだと判明した。一般の人たちが13名亡くなり、6300名も負傷するって、未曾有の恐ろしいテロだわ。ああ。そして4月19日、ニュース23の取材後にオウム幹部の早川が逮捕された。後に坂本弁護士一家殺害事件を含めた計7事件で起訴されたんだ。7つも事件を起こして起訴されたの。坂本弁護士一家殺害事件から6年弱となる同年9月5日、早川容疑者の供述を知った神奈川警察は、坂本弁護士の件で TBS へ捜査依頼をした。TBS はそれほど重要な問題だと考えていなくて、社内調査委員会を設置したのはそれから1ヶ月後なんだ。1ヶ月後、何のんびりしているのよって言いたくなるわ。10月12日、TBS はビデオテープを任意提出したんだけど、10月18日牧さんと長岡さんのインタビューテープ押収のため、東京地検から家宅捜索を受けたんだ。家宅捜索を受けたの。すでに消去した、と言ったり、証言が二転三転することから東京地検が不信感を抱いたんだ。証言を二転三転させればそりゃ疑われるわよね。そして10月19日、日本テレビ放送網が NNN 昼のニュース、というニュース番組で、早川被告が事件前 TBS で坂本弁護士のインタビュービデオを見て、その内容を朝原大郎に報告したと供述している、とスクープしたんだ。他のテレビ局にスクープされてしまったのね。さすがに認めるしかないわね。ところが、TBS は即座に事実無根だと日本テレビに抗議したんだ。同日18時からニュースの森、で、日本テレビは TBS が教団幹部に取材テープを見せたかのようなニュースを報道しました。しかし社内調査ではテープを見せた事実はありません。と伝えたんだ。認めるどころか見せてない、と言い切っちゃったのね。せめてちゃんと調べてから何か発言すればいいのに。報道をしているテレビ局として、このニュースの森、抗議声明の発言は、TBS 幹部らの独断に近い形で決定したんだ。この放映によって、TBS は疑惑を否定せざるを得ない状況に追い詰められたんだ。テレビで見せてません、と言い切っちゃったために、自ら追い詰められてしまったのね。1996年3月11日見せた事実はなかったという、社内調査概要を発表した。だけど翌日の3月12日、早川メモが公表されるんだ。早川メモ、TBS でインタビュービデオを見ながら早川容疑者が撮っていたメモね。ああ、早川被告の公判において早川の供述調書の要旨告知で、事件の核心となる早川メモが公表された。これを受けて横浜法律事務所は TBS に公開質問状を送付した。TBS は同日の記者会見で改めて否定した。ここまで来てもまだ否定していたの。3月19日、衆議院法務委員会に参考人招致された時も、ビデオを見せていないと確信しております。と証言している。だけど、3月23日いよいよ早川メモの全容が明らかになったんだ。TBS は否定できなくなって、25日緊急記者会見で、一点オウムの早川たちにインタビュービデオを見せたことを認めたんだ。ここまで否定し続けて、自分たちのしたことを認めなかったことで世間はどんな反応だったの？批判は鳴り止まなかったぜ。
まず TBS スタッフがオウム幹部にビデオテープを見せたことが情報源の取得というジャーナリズムの原則に反し放送倫理を逸脱するものだと批判された。確かにそうよね。坂本弁護士一家がいなくなった時、警察にも横浜弁護士事務所にも連絡しなかった件も批判されている。せめてその時連絡しておけばって思ってしまうわ。オウム真理教幹部らの公判で供述やメモが明らかになった後も5ヶ月以上にわたり内部調査を根拠に疑惑を否定し続けた対応、危機管理の失敗も批判されている。早々と幹部の独断で見せていないなんて発表してしまうから。 TBS が一転してビデオテープを見せたことを認めた日、筑紫哲也ニュース23という番組の多事総論で筑紫哲也はこう言っている。報道機関というのは存続できる最大のベースは信頼性です。特に視聴者との関係においての信頼性であります。その意味で TBS は今日死んだに等しいと思います。全くその通りだと思う。報道機関が一番大切なのは視聴者との信頼だわ。その後 TBS はいくつかの謝罪番組を放送し、プロデューサーの懲戒解雇、社長ら経営陣の引責辞任、ワイドショー番組からの一時撤退、深夜放送の一時中止などを行っている。そして、視聴率の全体的な低迷に陥った。信頼を失ったから仕方ないわ。TBS に対する批判は過熱していた。その一方で、TBS が幹部にビデオを見せたことで坂本弁護士が殺害された、という批判に関しては、坂本弁護士はそれ以前にラジオで朝原と電話での討論を行っている、ビデオを見せたことが直接の動機になったという報道は妥当性を欠いている、いや TBS バッシングに興じることにより問題の本質を見逃してしまうなどの意見もあったんだ。いろいろな意見があるのね。また取材テープを取材対象者の要望で見せる行為は当時多くの放送局で行われていたことでもあり、たまたま TBS で起きただけでどこの放送局でも起きえた事件という非難もされている。さらに TBS への批判が行き過ぎて、批判の対象がオウム真理教から TBS に移ってしまったことで一連のオウム事件そのものの真相究明がおろそかになったという意見もあるんだ。そしてキラーコンテンツだったオウム報道が一転して取り扱い注意になってしまった。マスコミは TBS の二の舞を恐れ、オウム幹部インタビューそのものを自粛するなど、萎縮していったと見る人もいる。なるほど、そうなれば一番得をするのはオウム真理教かもしれないわね。そうだな。でも TBS の後の対応はそれらを踏まえても良くなかったな。私たちがこの件から学ぶことがあるとすれば、筑紫哲也さんが言っていた。過ちを犯したということもさることながら、その過ちに対して、どこまで真正面から対応できるか、つまりその後の処理の仕方というのがほとんど死活に関わる、ってことかしら。そうだな。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。